山本周五郎作。安永一代男。闇しぐれ。一。先生先生雨戸を破れんばかりに叩く音だ。先生は、いらっしゃいませんかおあけなすって、立つでございます、先生。おう。秋慎太郎は、逆月を置いて立ち上がった。玄関の格子を開け、 サウを外して戸を開けると、転げるように飛び込んできた男。立つか。先生、お逃げなすって。と、男はそこへ、育児なくへたり込んで、やってきます。七人連れの侍が切り尻の覚悟。水騒ぎをしているところを見ました。早くお逃げなすって。慌てるな。そんなところへ座って騒がずと、まあ、上へ上がれ。だ、だてに。 下手ってるんじゃねえんで、腹をやられて先生。と、タツは片手を下ろしながら。あたじゃ、もういけねえ。腹をやられた新太郎はタツの後ろへ回って抱え起こすと、片手で押さえている腹の傷へぐっと手をやった。ねっとり温かい血の手触り。タツ。いい飲みに刺されたほどの傷だぞ、バカめ。こんなことでもういかんなどと。 江戸っ子の面汚しだ。しっかりしろ。面汚しでもいけねえ。タつは悔しそう。もう目が見えねえ。先生。さあ、拙者に捕まれ。新太郎はタつの片手を肩に、担ぎ上げるようにしながら座敷へ上がった。私なんかには構わねえで。掘り下なすって先生。もうやってきます。黙っていろ。そこへ下ろすと、 手早く取り出した外科薬と巻きもめん。慣れた手順でタつの着物を脱がすと、ヒバロー横に散々ばかりの傷。ザマあ見ろ、と、シ太郎が笑った。蝶のつらも見えるではないか、タつ。へい<ー>。これでも目が見えるかへい。どうやら見えてきました。笑わせるな。さあ、こちらを向け。薬で洗ってもめんを巻く。荒領事だが、 命に別条なしと知れたから、歯を食いしばって我慢するつだ。痛いか。んー、何波の食ったほども感じれ。ふう。脂汗が出ているぞ。そりゃ、かけてきたからで。はっはは。手当てが終わると、新太郎はつをそこへ行がさせ、軽くヤギをかけてやる。お、そこへ座っちまっちゃいけねえ先生。新太郎は、再び酒の残に向かう。 ほにげなさらねえと。もう言うな。心太郎、平然とがずきを口へ。貴様今日まで一度でも、秋心太郎の逃げるのを見たことがあるかへえ、そ、そりゃありません。それ見ろ。ハゼの耳出しをつまんで。拙者は母の体内にいる自分から逃げるのは増えてであった。誰がと、達が苦しさを忘れて。 体内で逃げたり隠れたり。<laughs> 誰でもそうかの。心太郎は笑って、それは不思議。と、済ましている。二。全体。やがて心太郎が振り返って、その腹の傷、どこで受けた今日、立つは低い声で。出話屋敷で、また飛ばが立ちましてね。かいつ。 まあ、お聞きなすって。例の通り、すっかり剥がれての帰り、三平と二人で金継ぎの裏松でいっぱい引っ掛けていると、ついたての向こうで、供養性という声がするんで。このあたりで、供養性といえば成ひらのお人。じゃねえ、先生だ。そんなことを言い直すな。先生の他にはねえはず。何を抜かし上がると聞いていると、これが切り込みの相談だ。達は息をついだ。 やり二人、鉄砲一人、刀四人、二組に分かれて、裏と表から打ち入る。一人も生きて帰るな。地獄は四つ半と、水逆付きをしてやがる。名をよく聞くと、鉄砲を持った野郎は、裏庭の夏目の木に登っていて、隙があったらぶっ放すという計略。裏庭の夏目の木といえば、この家に決まっている。これはすぐに、お知らせしなければと。達は、 ふと口をつぐんで。先生、外で何か音がしやしませんかい大丈夫。拙者がついておる。もう、奴は回っているでしょうね。今しがた、聞こえたようだな。まあ、話を続けろよ。へえ。と、まだ古外の物音に耳を澄ましている。どうしたなんだかどうも。今確かに変な物音がしたようなんで。臆病な奴だな。 そんなに外が気になるなら、雨戸をみんな開けといてやろうかいやいや、それには及びません。立つ、慌てて手を振った。それからね、三平の奴にそっと耳打ちして、私だけ外へ出たんで、急いで足を渡って、こちらへ曲がる暗がりへ来ますとね、闇の中から、誰だか知らねえが、若いの待て、と、出やがったんで、なんだ、聞くと、いきなり、発光不和、と、嫌がって、 居い,い抜きかなんかやりやがった。聞きしようと思って横っ飛びに飛んだが、ここのところが、焼け火鉢を当てられたような具合、やられたと思うと、無が夢中で、やろう、名乗りやがれ、と、となりながら、後も水にここまで駆けつけてきたんで。相手は、名乗ったかええ、どうだかよく知るね。はははは。新太郎は笑って逆月を舐める。名乗りやがれと言っておいて、伊田天に逃げたのでは。 相手も名乗りようがあるまい。はははは。笑いごっちゃありませんぜ。達は、不服そうに口を尖らした。新太郎は声を改めて。しかし、その男、発酵不和と言って抜き打ちをかけたやつ何者であろう。私は、裏松にいた七人組の同類が、私の抜けたのを見つけて、お打ちをかけやがったのだと思いましたそれならすぐにでも切り込んでくるはず。 辻切りにしちゃう妙だ。言っていると、表の塔を静かに叩く音がした。立つは首をすくめて、空来たと震え声である。三<ン>。お頼み申す。戸を叩いては、低く訪れる声。立つ、起きろ。へい。 窮屈だろうが、しばらく我慢しろ。助け起こして、戸棚の中へ、竜を入れる。後を閉めると、塔下から、愛盗、武蔵国胸、二尺七寸という大技物を取って抜く。右手に下げて、玄関へ降りていった。お頼み申す。お頼み申す。無言で三を外す。雨戸へ手をかけると、がらり開ける。同時に、さっと切った。お。 と言って、のめり込んだ覆面の一人。前のめりに倒れた首から、とくとくと溢れ出る血だ。かかれ外の声。心太郎、無言で身を引いた。戸袋の陰にいると見たから、あえて踏み込むものがない。と、不意に水口の方の雨戸を、バリバリと、気離す物音がした。踏み込めもう一度、下地の声がした。いや と言って一人がやりよ、ここぞと思う壺を狙って突き出す。途端に新太郎、そのケラ首を掴んで、ぐいっと引いた。相手は引かせまいと繰り込む。刹那、新太郎はその力に連れて、パッと外へ出た。えいやりろとも突っ放されて、後ろざまに倒れる奴には目もくれず、飛び出るがいなや、右側にいた一人の面へ、横投げをくれた。 たじろグ。うぅ、ん、残った一人が無法な月。弾丸のように飛びかかるのを、さっと開いてかわしざま引っ張らった。ひばろを十分に下がれて、ガ<ッ>異様にわめきながらつんのめる。外だ<が>裏から入ったのが、家の中で叫んだ。槍と共に突き飛ばされたのは、立ち直って構えているが、もう積極的に突っかかる気力がない。 先に面を払われたのは、暗がりにかがんで、うめいているばかりだ。秋、新太郎は、ここにおるぞ。新太郎が叫ぶ。かかれと、二人が、一人は槍を振るって玄関から外へ出てきた。待て新太郎が、名乗れ、なをきこう。名乗れぬかからば、は意志を聞こう。たのわれてか、いこんあってか、どうだ やりを持ったのが、それには答えず、さっと突きを入れた。とっさに右へ、大きく飛んで避ける心太郎。いえ、聞こう。と、促した。途端に、ぐわんと、耳をつんざく銃声。しまったと思ってすくめる首。耳元、ビュンと弾丸は外れた。うぬ、我慢ならぬ。うめくように、心太郎、つつっとやりざま、突きかかるやりを跳ね上げて、 足を払う。うう。だだだっと、横ざまに倒れる。せつな。後ろから拝口に切りつけるのを入り身に体当たり、どしんとくれて身を沈めると、いや振り向きながら切った。雨が静かに降り出してきた。四。五人を倒して、まだいるか。いたら出てまいれ。 大声に呼ぶと、夏目のがげから同じ覆面の者が一人、ぬっと出てきた。きこうか、種し島は。三十う目合約。腕が良かったら二丁は聞くやつを。惜しかったな。どうだ何を言われても無言。こだちをがんにとって、じり、じりっとつめ寄ってくる。ほう、これはできる。新太郎は左へ回りながら、 今までの奴らは、藁人形を切るようであったが、気候は少し、手応えがありそうだ。無駄と殺すには惜しい。引かぬか、六人も倒れておれば、切り込みの名目は立っている。行け突然影の気合、い、小柄な体が踊ったと思うと、真正面から突きだ。全くの捨て身、相打ちに死のうという必死の技だ。 あやうく身を転じた心太郎。待てと、いいさま、相手の利き腕を逆に取った。同時に、蹴上げてくる足をさっとすくって。待てというに、と、そこへねじ伏せた。無言で呼吸を忍ばすくせ者。心太郎は、その襟を掴んで、気をこそうとしたが、思わず手を引いて。聞こう、女だな。と、叫んだ。襟へやった手に。 ふっくらと弾力のある乳房が触れたのだ。そういえば、腕などもむっちりと脂ぎって柔らかい。さあ、言われ。新太郎は声を改めた。何のための暗殺だ異根あってか、撃たれる筋があれば、秋新太郎。逃げも隠れもせず撃たれてやる。意志を聞こう。お起こしくださいませ。覆面の女が弱々しく。 お話もします。あいきながら言った。さ、と、たろうが身をどける。油断。身を起こした女はパッと横へ飛んだ。お、と、たろうが手を伸ばすと、あやうくすり抜けて、ダットのように闇へ。待てと、五六軒おったが、足の速いこと。闇に紛れて、たちまち見えずなってしまった。残念なこと。 つぶやきながら戻ってくると。先生、ご無事ですかと、玄関口から立つが覗いている。拙者は無事だが、ここに無事でないのが5人ばかりいる。ええ、5人やりましたか ?2 人は逃げた。5人ともみんな伸びてますかい 1>, ?1 人は助かるまい。だが、4人は傍になるぐらいのことだろう。どういうわけで拙者の首を狙ったか。それを知りたいのだが、 こやつらとても喋るまい。だいたい見当はついているが。新太郎は刀に拭いをかけた。よ、降ってきやがった。入ろこやつらをどうしましょううっちゃっておけ。誰が来て拾って行くだろう。あ、はあ、酔いが覚めた。新太郎はカンカンと家の中へ入っていった。雨は次第に降り積もるばかりである。 ごひどいちですぜ。うちへ入ると達が心太郎の衣服の層を見て声をあげた。帰りちだ、心配するな。心太郎、帯を解きながら。それより貴様、横になっておれ、傷口を縫うまで動いてはいかぬ。お、いたた。立つは、矢はに眉をしかめて。そう言われたんで、今日に痛くなってきた。おい、いたた。 たつをよごにして、汚れた衣服を脱ごうとすると、バタリと、襟元から落ちたものがある。なんだと見ると、銀平打ちのかんざし。はて、妙なものが。拾い上げて改めると、片面い、か性、片面が、丸に二に匹の、ひよくもんだ。供養性はしゃのもんだが、丸に二に匹は、丸に二に匹。しばらく考えていたが、 はっと胸に答えたらしく、思わずかんざしを握りしめて、それでは、あの女が、と、つぶやいた。この、秋新太郎は、何者だろう。越後野本の小藩、林田備前農民の国老辞席、秋仙蔵は、新太郎の父である。ゆえあって家を感動され、江戸へ出て、早くも五年になる。今年二十八歳。 色が白くて眉ひいれ、目数しく神国、く、見たけ抜群にして弁舌よく、と、何拍子も揃った男ぶりだ。死は新鮮座の浜よりに、空き地の真ん中に、立ち草で同様な家を借りて住むこと半年にして、新鮮座の色男、成平ひ人、と、あだ名が決まって、その喧嘩っ早さ、劇の強さとともに、 わっと人気が集まった。ことに、近くの娘や、浮気な女房連は、新太郎の通るたびに、胸をときめかして覗き見をするくらい。中にも、新鮮座の表通りにある小料理屋、吉田の女主人、お園という中土島が、大したのぼせ方。頼むれもせぬに、押しかけて行って、すすぎ物から拭き掃除、飯、酒の面倒まで逃さぬ親切。これでもか、 これでもかと、心中立てをするが、もう三年になるというのに物にならぬ。それもそのはず、当の慎太郎は、男ぶりとはまるで逆に、剣は深鍵流を極めて、自分独特の一派を編み出しているし、槍はサブリ流を良くし、おまけに、眼神形底のけの書も書く。それでいて、まだほんのぼっちゃん。嘘も隠しもない。母親以外にはまだ、女というものに、 一度も触れたことがないのである。この新太郎、今年の春、安永八年の頃から、なんとなく様子が違ってきた。今までは喧嘩口論、割れがちに買って出て、強いという奴を片端からくじき回り、弱い者、敷いたげられる者には、着ている者を脱いでもこれを助ける。来る日も来る日も、そのことで夢中だったが、ぱったりそれが病んでしまった。 マリヒラ老人、どうかしたぜと、みんなが首を傾けるほど、毎日叫びたり、時々出かけるかと思うと、二三日どこかへ見えなくなって、いつかふらっとまた帰ってくる。女どもはやきもきして、いいのができたんだよ。というし、ヤクザどもは口を尖らして、やきが回ったのよ。と、ぼやいている。ただ、我がたつ子だけは、 誰が何と言っても新太郎等で、暇に見やおれ、うちの大将がどんなに暴れ出すか、その時びっくりして馬鹿にでもなるな、と力んでいる。立つ子を通称目抜きの立つと言って、大きな声では言えぬが、彼実はスリである。さて、新太郎は供養生と二匹のひよくもんを掘ったかんざしを拾ったが、 恋辞獣。一。お坊主がふすま際から、水の神様、おつめにござります。と言った。水<豆>？田沼沖継は振り返った。はい、松本様が。そうか。うなずいて、再び長所に目を戻しながら、こちらへと申し上げろ。はい。お坊主が去ると、しばらくして、色の浅黒い小柄な、目の鋭い武士が、 足早に入ってきた。勘定奉行、松本伊豆守である。沖継は机に向かったまま、長所へ手筆を入れていたが、伊豆守の,の座る気配を知ると、振り返って微笑しながら。守備はと聞いた。お、これに。伊豆守は、海中から一通の書状を取り出して、沖継に渡した。変化可能。御意にござります。 伊豆の神は苦笑しながら、案外に手ごわき女性、ひでもち、いささかもてやましぎみでござりました。それはそれは、お骨よりご苦労。しかし、ひでもちは、声を潜めて、美しゅうござりますな。気候もそう思われるか。なかなかもじまして、晴れほどの美貌、江戸中にも数ござりますまい。ふふふ。おきつぐは笑って、机へ向き直った。 それから、伊豆の神は改めて、江戸や八重門より、嘆願書が参っておりましたが、いかにござりましょう。見たかは、名番先輩のことだな。さようにござります。つ継は眉を寄せ、口をつぐんだ。それは前々年、すなわち、安永六年秋すでに、三池から願い出ていることであった。大阪の山屋でも、 二十万両の剣納金を持って、この名番千売券を自分の手に握ろうとしているのであった。これらは皆多額の剣納金によって、全く千売券を買い取ろうとする運動であったが、最近になって豪商、江戸屋八重門が単眼章を登ったのは、千売券は幕府において握り、江戸屋がその管理を引き受けて、年々租税を納めようというのであった。 一度、と、おきつぐは振り向いて。江戸へと会ってみて。ほ。だがわしではまずい。伊豆殿が割れて、とくと吟味された上、その上で、なんとか考えることにいたそう。ほ。礼をして去ろうとする。ああ。伊豆殿、呼び止めて、一つずりの書類を渡し。これを。金火山の件でござりますのさよ。 死つをさせまするかそう考えているが、それについては、意見を聞く者がいるで。風来三人でござりましょう。ひでもちが、微笑しながら言った。どうしてご存知だ自由にござります。そう答えて、伊豆の神は座を立った。二。ひでもちが去るとまもなく、そば衆の一人が、 上様お待ちかねにござります。と、知らせてきた。ただいま参上つかまつる。不愛想に答えておいて、なお死半時ほど、熱心に書類のあれこれに詩を入れたり、削除したり、そろばんを弾いたりしていたが、やがて筆を置いた。いるかと、声をかけると、控えのふつまぎわで、春一ござります。花を持って参れ。 おきつぐは手を伸ばして、ひでもちの置いていった、霊の書状を懐へ入れる。そこへ襖を開けてお坊主が、一口のクズの花をさした花瓶を捧げてきた。おかみへ上がるからの。お持ちい,いたしましょうか。いや、それはわしが持ってまいる。すぐに下がるゆえ、後藤あずまが詰めたら、待たしておけ。はっ。置きキぐは、花瓶を捧げて、長老化へ出た。 お今の襖ま,まで来ると、詰めていたそば衆の一人が、静かに襖を開けて、下がらにござります、と、平服した。おきつぐが入ってゆくと、腰掛けに座って、品風の宅に向かっていた家春が、おお、と言って微笑んだ。病弱の人で、眉、ま、の火入れた、額の高い、瞳の鋭い僧帽に、さえた青みがさして、 一種の清掃な感じを接する人に与えた。おきつぐの手にある花瓶を見ると、その方たち、遠慮水」と、故障の方へ振り返った。両名の故障は平服して、滑るように退出する。家春は待ちかねたように、吉報だな、と、微笑みながら言う。どうございましょうか。おきつぐも微笑しながら答えて、くずの花を、 宅の上に置いた。両方なれば、花は白のはずではないか。焦らずと。この花、ご存知にござりますか花のことなど。いいな、花などと、大せられまするが、この花は、さようにおろそかにはなりませんぞ。なんぞ。おきつぐはうなずいて、懐から、かの書状を取り出し、それを静かに、家春に渡した。これは ご変化にござります。彼女からか。よい。ぽっと、家春の方が染まった。形質は、菜園の聞こえたかき、ゆき子であるが、病弱な家春との間に来なく、その上、菜園型の女性に多くあるように、彼女は、理知のまさった、順序の厳しい女だったから、高級は、極めて冷たいものだった。将軍の職を襲、十遊八年。 今年四十になる家春が、頬を染めながら開いた薄葉には、見事な筆致で、くずの花の色薄きは、訪れる人もなく秋のに、優しい心と思い玉われ、そういう意味の歌がしたためてあった。家春は、見たびまで読み返すと、卓の上に肘をついて、額を支えながら、さらこうと言った。は、彼女に、 いつ会えるか三。おきつぐは、ちらと家春を見上げて。まだ、はようございましょう。なぜあのような女性は、急ぎましては、ことを存じまするで。今、巫女旅。歌か。家春の額が曇る。ぜひに。しかし、まごまごいたしておって、もし誰ぞ他に。言いかけたが。 さすがに口が持った。おきつぐは微笑しながら。たそがれの少々。という。白川が何か。されば。おきつぐは、いたずららしく。ことの他の終身にて、日ごとの文を通わせ、物を送りなどして、かの女性の。もうよい。家春は、眉を寄せながら手を振った。それを見ると、おきつぐはニコニコして。 しかし、ご安ど遊ばせ。かの女性には、少々が別してお嫌いらしく、ふみは風のまま家中。贈り物は手をつけず、返さしめられるとのこと。ほう。家春は傍らを向いて、なぶての白川が嫌われてか。さすがに、今日の女子は目が高うござりまするよ。そう言って、おきつぐは笑う。家春も苦笑しながら、 歌をしたためた髪を巻いた。その時、ふすまの外に、申し上げまする、と声がする。キー・チューナゴン様、ご参入に,にござりまする。家春は、眉を寄せて、配当ない、と、おきつぐにつぶやいた。おきつぐはうなずいて、私、お目に当たりましょうか。うん、頼む。さようになればこれにて。しかし、今のことは、 どういたしたらよいか、それを。ともあれ、今一度お歌を。いつまでに。今宵、私が、じぎじきに会いまして。うん。では、ときもしたら、その元まで持たせて使わそう。ほ。では。おきつぐは辞儀をして、座を滑り出た。ふすまの外には、木池参入を報じたそば衆の一人が平服していた。中納言家には、おめの間にか、ほ。 わしがご挨拶申しあぐるでよろしい。ほ。おきつぐは、そのまま狩りの前へ向かった。未定口から、長老化へ出て、しばらく行ったところで、不意に背後へ、人の駆け寄る気配がしたから、二三歩つつと出て、おきつぐが振り返った。するとそこに、白面の気候師が、蒼白な顔をして、差し添えに手をかけて詰め寄っていた。おきつぐは、チロと見て、 これは白川湖、と、声をかけた。佐田沼は、じっとり額に汗をにじませ、ほとんど差し添えを抜きかかったが、ご座所間近にござりますぞ、と、おきつぐに一括されて、そのまま動けなくなった。おきつぐは、声を低めて、ご胆量はなりませぬ。殿も一人を切ったとて、ご知性がようなりまするか、ご身分柄を、 徳とごしやんがそばせ。強く言い切ると、そのまま振り向きもせずに、その場を去った。のぶは、狂ったような目で、じっとおきつぐの後ろ姿を見送っていたが、その唇は、口惜しさに、ぶるぶると震えていた。四。よう、じ,じゅうか。入ってきたおきつぐを一目見るなり、キー・ハルサだが、 あらあらしく声をかけた。おきつぐは、微笑しながら進んで座につく。この頃は色道修行。一層積んで、日夜屋敷に芸者どもを呼び入れ、下部の賑わいに、近隣を驚かしているそうじゃが、わしなども、あやかりたく思うぞ。おたむれを仰せられまする。たむれたむれではない、世情もっぱらの評判じゃ。さだはるは、 しわずらをこきあげこきあげ、言葉の裏に毒のあるだけを含めて言い募る。名は以来の御政治逼迫。飽きない衰え、脳活え。休民はちまたに御姿勢を恨み立てまつる折柄。老中筆頭の相柄殿が、放落なんぞ、景気直しのまじないでがなあろうかと。この老人、かねて頭をひねりおるが、担当が伝せぬ。どうじゃまじないの言われ。 聞かしてくれぬかおきつぐは引く。世情の風評など、私の存じませぬこと、お聞き捨て願わしゅう存じまする。ほう。春沙だは、王行に目を見張って。さ賀ら殿放落のこと、でもなき風評と言われるのじゃな。大勢のごどくにござります。さようか。ふむ、うん、心へおこう。春沙だは、 うなずきうなずき。まあ、それはそれでよしとして。今日は将軍家に越見を願いとうて参入いたしたのじゃが、ご都合はどうあろうか。上様には、ご頭痛にて。またか。春さだは、しわずらをこきあげて。ご巨弱も去ることながら、来る日も来る日も、やれ頭が痛いの腰がつるのと。さようなことゆえ、大事な政治向きにも隙が多く。 心黒の者がのさばる始末に愛なるのじゃ。おきつぐは、帰化の方で。いずれにもあれ、右用の次第、今日のご縁見は、かないますまいかに存じまする。いや、もう一度お伺い申してくれ。今日は欠勤のことにて参ったれば、押して、ご隠く下さるよう。ご縁見ご教養は、お差し止めにござりますぞ。おきつぐの動きが、ぴっと鋭くなった。 春沙は気を抜かれて思わず口をつぐむ。おきつぐは静かに。今日はごとうのご礼日にはござりますまい。お仕掛けごとうにもおとがめの定めあるはず。はばかりながら軽々しきお振る舞いはおつつしみ遊ばすよう。きっとお願い申し上げまする。春沙の孔子が震えた。生来の完璧がムラムラと胸へ盛り上がってきた。しかし、 胸中の起きてを動かすことができない。かあ喉も避けようと痰を吐いて、聖堂のたんつ蕾の中へ吐き捨てると。はい、わかった。おしかけ途上はわしの失策。よくぞ教えてくれたの。言いながら立つ。起き継ぐが。お坊主、と、呼ぶのへ。聡明な聞こえ高い相どのゆえ、抜け目の、そちこちと、取り繕うているじゃろうが。 のう、ことわざにも、ぬうた袋は、ぬいめより、破るるとうして、いつかは。おきつぐは、るさだの言葉には耳もかさず、平くするおうずに向かって、十ナゴン様ごょうじゃ、と言って、すっと座を立った。それを見ると、るさだ、カッとなって思わず、待てと、叫んだ。おうずは、青くなって身をずりどける。おきつぐは、 そしらの手で流れを変え。待てというに、頼もうハルサダは、ついに完璧を走っていた。五。沖継は、なおも聞かぬ様で行く。待てと、追って出たハルサダ、大声に、待てと申すに、待たぬか、この成り上がり者と、怒鳴り立てた。しかし、沖継は苦笑したまま。 足早に、お杉堂を抜けて、自分のための前へ入ってしまった。松平越中の殺伐な振る舞いといい、紀州中納言の押しかけ途上といい、何か嵐をはらむ不気味なものが、身近に迫っているのを、沖継は、ひしひしと感じた。田沼おきつが、老中の職に就いたのは、明和六年のことであった。すでに時世は、 法歴初年より悪化し、諸物価の到落甚ははだしく、空米相場を停止したり、万国以下に事業所の米を買い、米価暴落を防がせたり、氷菓子を禁じたり、趣旨の方法を講じてみるが、一向に思わしくないばかりか。明和に入ってより、幕府の財政は、急乏に急乏を重ねてきた。沖継が老中に任ぜられたのは、実に、 かような気球の時期で、将軍家春の絶対的な信任を得ると同時に、極めて画期的な手腕を発揮し始めたのである。おきつぐの第一着手として、安永元年2月、江戸大火を機として、独特の通貨傍聴策を立て、まず新中の南梁二種などの通用を例した。同時に銀及び銀箔の芝居梅を禁じ。 諸氏の会所を設置した。この会所は、官民合同組合のようなもので、特に、長崎に設けられた、長崎唐船物売買会所というのは、幕府直属の役人を差し使わし、現在の関税と同じ組織を持っておった。秩父、桐生、伊勢崎には、絹物会所が置かれた。これは、剣士一貫国について何ほど、 憲法一条について何ほどと、会所で夏院の上税を取る。また他に、石灰会所、名板会所などと、多くの会所を設けて、理順を官民折半にしようとした。これらの新しい法制はもちろん、いずれも符号の喜ばぬところであった。おきつぐの取った会所の職種は、商人たちのあらゆる事業に、あらゆる商品に、 あらゆる取引に食い入ってくるのである。どんな些少な商売の中にも、必ず税が割り込んでくる。おのおの世襲千倍のなりわいを要し、年々手を濡らさずして距離を欲しいままにしてきた富豪たちは、にわかに老狽して、老中を変えよう、という運動を始めた。一方、非戦より身を起こして、訓長をもっぱらにし、一代にして、相良の上主 七万五千石の行為にへのぼり、自重にまで認ずられた置き継ぐの、異常な出世を苦々しく思う一派が、陰陰理に、幕府の内部に結合しつつあった。ことには、安永五年、将軍家に子がないので、当然、軽視問題が起こった時、木、水波の降論を押し切って、一橋春沙田の子、豊千代を入れた。これはもちろん、 将軍家春の希望するところであったが、木、水派は、おきつぐの宣言によるものと深く恨んだ。他には、不豪どもが暗黙のうちに、おきつぐ排斥の策を講じ、うちには、御三家をはじめ、古代の重臣が、おきつぐ免術の木を伺っている。年若き白川公、松平左段のごときは、決起に流行って、自ら幕府の観賊を倒すべし、 必死におきつぐの首を狙っていた。四面楚歌。まさにおきつぐは楚歌に包まれていた。なんぞお間違いごとにても、おきつぐの後からための前入ってきた勘定奉行、松本秀餅は気遣わしそうに聞いた。何、例の完璧じゃ。おきつぐはそう言って机の前に座ったが、ふと、 ひでもちの方を見て、苦笑しながら。じゃが、あの五人、なかなか稽古を図れたぞ。なんと、わしをの、小人衆と申されて、ははは、それは。と言って、ひでもちも笑った。秋の明かり。一。吉田と野木安丼の出ている。 新鮮座のコリオリアののれんをパッと跳ね上げて。へん、面白くねえよ。と、入ってきた男。ほや、たツさん。おそのが帳場から声をかけた。いかにもタそさ。タつで大きに悪かったね。まあ、よっておいでかえ。しらふで。と、たつこまさにこれ、目抜きのたつことっつきの敷板へどっかり。崩れかかりながら、へそまで染み込んだ敷を。 ぶーっと吐く。ねえ、白布でこんな世間が歩けるかってんだ。はばかりながら、姉さん、いやさ、そのたぼ、米がね。また喉をやけにならして手記を吐く。と、片方の手を逆に胸元から額の上までぐいっとこき上げながら、米が量に箸をてんだ。米だぜ。ガクンと頭を垂れてべらぼうめ。 ご入国以来、こんな馬鹿げた値があるかってんな。へえ、こりゃ驚いた。おそのはとっくりを神鍋に入れながら。タスさんがお米の値を言うなんて、大体いいその方がご入国以来という図だよ。そして、大層力んでいるが、量に発祥ってのは高いのかいそれとも安いのかいおおおう、馬鹿にしなさんな。いくら目抜きのタツが何だっても、変、えどっくだ。 米の値ぐらい知らねえで、はばかりながら、こんにちさまが、ねえ。もうわかったよ。おそのは微笑んで。大方どこかで聞きかじっておいでだろうが、どうせ知ったふりをするつもりなら、おしまいまでよく聞いてくるもんだよ。だらしがない。高いか安いかを知らないで、量に発祥と根ばかり聞いてきたって通用しやしないやね。ふん、面白くねえや。達は肩を突き上げて。 まったくよ。まったくのところ、面白くねえくれえのもんだ。へっ、さようでございますかってんだ。ね、ええ、それじゃお伺い申し立てまつりますがねえ、姉さん。あいよ。へっへのどうで、今の返事は、あれで取って十六だってんだからね。始末に行けねえ。世の中に、色気くれえ怖えものはねえよ。年のことを言いなさんな。おそのは眉を寄せて。 陽気妃は百六つで日本に生まれ変わって、かぐや姫になったというじゃないか。バカを言いなさんな。百六つは三浦の大介だわね。かぐや姫になったな、だっきのお百さあれは九尾の狐の化けたやつで、今は箱根で摂政石になってな。はははは。おそらも、さすがに我慢できなくなって笑い出した。箱根の摂政石はよかったね。はっはっはは。へくねえよ。 タツ、また膨れる。はい、着いたよ。んなにとっくりを渡しながら。タツさん、今の話を先生に話してあげたらどうご褒美に一生は受け合いだよ。勝手にしようあれ。タツはんなからとっくりを受け取ると、ご一刀二杯、続けざまに煽りつけて、先生まで持ち出されりゃ世話はね。ますます面白くねえよ。と、その時のれんを分けて、 何が面白ないと、言いながら、ぬっと新太郎が入ってきた。に、まあ、先生。と、おそのが、達公は、胡筋と首をゆすって、ち、ぬればの二丁が入った。こいつ、ますます面白くないよ。何かぼやいているが、新太郎、ずっと入って、また骨まで剥かれたと見えるの。 どうでもよろしゅうござんすよ。たつこをふくれて。どうせ、おしろふぜ。どこぞのお人のようには参りやせん。ひん。ひがめひがめ。腰掛け、肩あぐらを乗せて。酒。という。はい、ただいま。おそのがうきうきと立つのへ、たつこを舌を出して。さもいまいましいという子はね。はい、ただいま。くん。口まねて。はてさて。 としまの色気とフグの毒には当たったら薬がねえと言うが、個人はうわく言ったもんさね。ふう、こぼクこぼろ。などとぬかして、新太郎が笑いながら。田町の逆転あたりでマコのようになっているのは誰であろうじょ、冗談。達子、目を向いた。はんなすべたに、この兄さんが。ほう、すべたか。ま、先生。よしよし、今度会ったら聞いてやろうか。 確か、小野松屋の、先生と言ったら、小野松屋の、おおそれよお梅とかうしたの、うん。うなずいて。達兄が申していたが、お前すべたか、とな、確かに聞いて使わすぞ。冗談これこそ、本当の冗談です。達子育児なくも首をすくめた。達、まさに謝りやした。本当にいい金ねんだから。 実に、成ひら浪人という人は、いえ、この通り、まさに、かぶとを脱ぎました。ふっふっ太郎は唇で笑う。さては、としまの毒も、そう悪うはないと見えるの。としまではないか。かわいそうに、まだ死ですぜ。ほう、人は見かけによらんもんだな。あれで重視かへん、ごをしゃくって。正進正明の二十四、大きに悪うございました。 ははは。<laughs> とうとう泥を吐きおったな。矢部をつついて蛇を出すというが、貴様のは他人の頭を叩いて、己の尻を割るというところだ。どうだ、う言ったかおそのが、ガンドりを持って近寄りながら。今頃は役天あたりで、草目をしているお人がございましょうね。それでもこれで、立つこうといえども、惚れられる女があるからな。世の中の面白いところだ。それめそれめ 立子が、坂月を煽って、どうせ二人と一人、なぶり殺しは家具の上だ。さあ、いやでも鉄砲でも。言いかけたとき、角口で大きく、秋殿に酔い得たい。と、呼ぶものがあった。新太郎は、片手の坂月に、おそのの尺を受けながら、新太郎はこれにいる。入られい。と、答えた。三。 ごめん。と言って、ぬっと入ってきた三名の武士。いずれも黒らしゃの目出し頭巾をかぶり、紫ぞろいの使い刀を巻いた、無ぞりの長刀を大した異様の風邸だ。武者袴の裾をくくって、足ごしらえも十分に入れ立っている。秋新太郎は拙者だが、坂月をなめて、何かご用か。それを、先頭にいた一人が、ずいっと寄って、 一風の書面を差し出した。この書状、ご覧が願いたい。新太郎、右手で受け取ると、封じ目を口へ持って行ってビリリと引き裂き、中の書状をつまみ出すより、左手に持った逆月をぐっと煽って、書状をパッと投げ開いた。まずい字だのう、と、つぶやく。微修一三剣字宅ご高来待ち入る。日々発酵不和流回想。 吉川大白。発酵不和流。新太郎、首を傾けて。はて、効かぬ流儀だが、酒石さんに小贅られて、稲見はなるまい。書面を掴みつぶして、懐へねじ込むと、三名の方へ振り向いて。しいて、気候らが案内かいかにも。うなずくと。ご都合がよろしくは、ただいまこれからご案内致す。参ろう。 新太郎はずきをあおる。が、感度くれ一本、これを飲んでまいるから、じとまたれい,い。待ちましょう。かたじけないの。新太郎は、にやり笑って、おそのさん。はい。久しぶりで、聞かせようかな。おい、でも、あのー。おそのはきづかわしそうに、三人の方を見る。達うもそわそわと、尻が落ち着かぬありさまだ。 た太郎、ぐっと板の上ひ肘を乗せて。はっはっは。この五三名に悪いというか、なあに、この方々とて、縁もゆかりもない俺に、酒を飲ませようという生きじ人に使われる五人たちだ。はうた一曲をいやとも申されまいて。なあ、五三名。三名は、無言でむく。はっはんたろ太郎笑って。それ見ろ、みんなご所望とおっしゃる。では、 心太郎自慢の羽唄。四つの袖だ。と、目をつむって静かに。四つのたもとに霜が降る。もう引けすぎの長野町。聞く人もない乱調を。約束固め、身を固めせたい。所詮は連れ弾きが、結構気ままな悪の果て。今夜は月もまんまるな。二つ並んだ影奉仕。胸のすくようないい声。心ゆくままに。 歌い終わると、やんややんや。おそのが手を打つのへうなずいて、では、今夜はこれ限り、と、最後のか付きを煽っておく。立つ。呼びながら立って、立つうの肩を叩く。役天へよろしゅう。はっははは。大きく笑った。さ、参ろうか。四。 小引町から築地へ抜けるところに草ぼうぼうと生えた腹がある。後にうねめが原と言われたところ、その頃は腹の真ん中に雨水が溜まったほどの沼があって、吉が見たけをしのぐばかりに伸びていた。その沼を背にして五人ばかりの侍が人間違うに佇んでいる。いずれも目出し頭巾をかぶり、 紫揃いの使い刀を巻いた無ぞりの強盗をぼっこんだいでたち。中に頭株らしいのが、ひどい干渉と見えて、時折、キクンキクンと首を引きつらせている。遅いな。は、何をしておる迎えを出しましょうか。ま、もう少し待て。吐き捨てるように言い放って、イライラとそのあたりを歩き回っていたが、最近。 一人に振り返って、何か高かぬかほ火<は>だ。明かりがなくて足場を失う。どうしうちでもやったらお笑い草だ。佐伯と呼ばれたのが、すぐに炊き物を探しに行く。そばから別の一人が、先生、それではやりますか。聞くんと首を揺すって。キャッツ、どうで素直にうんというはずはない。手を引かぬときは切り捨てろと。 おかみの大せだ。ふっふっふ。久方ぶりで、石物の切れ味を楽しもうて。少し離れているのが、どうやら来たらしいぞ、と闇を透かしてみた。彩気と呼ばれたのは、焚き物を集めて火をつけていたが、湿っているので、なかなか燃え上がらぬ。しきりに煙にむせていた。来たらしい。先生、来たらしゅうございます。というとき、 腹の向こうで、秋慎太郎の柔らかく高い笑い声がした。背筋のあたりからのう、盆の窪までずんと何やら走ったと思ったのがやみつきよ。はっははは。秋慎太郎、源の友はさ、青年二十八にして、初めて恋の切なさを知り申した。いや、せいだよ。胸のあたりがこう、熱くなってきてのう。はっははは。 笑う鼻先へ。待ちかねたぞ。と、つぶやいて、ぬっと出た侍。例の、菊雲首である。心太郎、一歩下がった。ほうほう。と、見回して。これは奇妙。いずれもお揃いで、強盗頭巾に無ぞりの立ち、紫の使いと、美酒一産の客に、心太郎を招いたは、ご変たちかいかにも。これはまた、 意外な思考。新太郎、ぐるりあたりを見回して。彼よしにぬま、闇よ。懲りもすまぬ荒れ地で主演とは、見かけによらぬ風流の人たちよ。面白い。一三ちょうだいつかまつろうか。自相妄想。が、と、相手が出た。主人より、客に書網の土産がござる。その土産、ちょうだいした上で、どう。 心得た。望まれ。い。首連れの侍、ちらと左右へ目配せする。七名の部下らしき連中、さっと二人から遠のいた。秋し、声を低めて。青い坂の寮のお方より、手を引かれ。よ、新太郎が叫んだ。ご<五>、承知か。と、詰め寄る相手、新太郎は、 あたりに目を配りながら、聞こう、何者だ、と聞く。書面の通り、吉川大白。誰に頼まれてそのようなこと、言うようはない。承知か不承知か、それだけ聞こう。新太郎を頷いて、聞かそう、と、被告不承知だ。よし。吉川大白、一歩下がる。不承知とは、 かねてこちらも察していたところだが、そうはっきり言い切るには、覚悟あってのことだろうの。改めて聞くまでもあるまい。慎太郎、にやりとした。よし。では抜け。ほほう。抜け拙者はこれで結構だよ。吉川が、さっと左手を上げた。遠のいていた七名の者が、ずつと寄る。く日が細く、枯れ吉の影に、 沢の水を見せて揺れた。三人、五人。新太郎は足場を測って、八人か、という。見たところ、規模のありそうなは、吉川某一人。あとはデク同様だな。では、地層の微手、ちょうだそうか。吉川大白が、いずれも抜かるな、と叫ぶ。無言のまま抜き連れて、 一度をぐるり、新太郎を取り巻いた。焚き火の炎が細くなる。秋。太白が、冷泉という。死での選別に効かしてやる。今頃はな、青い坂のお屋敷に、別道組が十名余り。よっ。と、新太郎。太白続けて、ご名を申し受けて参っているのだ。しまった。まあ、聞け。留守は小侍両命に端ため、 奥とめ合わせて七八人だ。痩せたやつばらは、国境無残のあぶれ侍。おたをそれと知らねば、さぞ、かいに働きおろうて。新太郎、背と左へ一歩。右手をつかえ。うんという刹那。えい。大白の腰が落ちて、いやいぬきだ。ビュッと、鼻先へ空を切って飛ぶけん。はっガツン。一発の間に、 引っ張った秋、右足血を蹴って猛然と月に出る。と、と<ー>、二段に外してしりぞく大白。かかれと、叫ぶと、いや、おお。後ろと右のが、画廊のごとく迫った。としる慎太郎、身を沈めざま、ぐっと振り向く犠牲を見せる。刹那、逆に右のへ、一位と、叫びながらの月、十分入る。ゴ 死の埋めきの立つ同時に、に、さん、新太郎の声、続いて二人が倒れた。焚き火の火は、絶えだえに。六、残るは五人か。と、新太郎が低く、その声は、秋の夜の風にも増して、冷たく、鋭く、相手を刺した。大白殿、今宵おふるまいの酒は、 言いかけて、パッと左へ飛ぶ。そっちにいた二人が、慌てて避ける。途端に身を転じて、吉川へ、下まの払いだ。危うく避けたが、おっかぶせて、ヒュッ、ヒュッ、と、うむ無んに、こうのように。新太郎のぷ風は、まきを発して肉くした。大あ煽られて下がる。と、一人が、うわっ必死捨てばちの絶叫とともに、体ごと、 大白と新太郎の間へ飛び行ってきた。ゃ魔だと、かわしていなす新太郎。え、いやと、片手殴り、ひばらを割られて、前のめりに突っ倒れるのには目もくれず、だだだ、と迫って、大白につけながら。今宵の酒は、と、新太郎の声が響く。いずれも、少々日が立ちすぎてせっかくなが、ら、拙者の口には不足でござるよ。 お振る舞い、このくらいで、ご自体といたそう。いかに言葉尻へ気合に乗った大白。うぅ<ぬ>わめくのと、月を入れるのと同時だった。必殺の剣。完全にひらめく、刹那。心太郎は身を沈めて。うまい言いながら、左へ避けざまに。かっと、大白の肘へ一刀。 二三歩たたらを踏んで立ち直る大白。その時すでに新太郎は、五、六、と叫んでいた。六人目に切られたのは勢い余って焚き火を踏み越え、このの中へ上半身をのめり込ませて倒れた。もうよかろう、と新太郎。頭様まで肘の筋を切り離されて、これ以上に戦うようもあるまい。 八光不和流という立ち筋も拝見したし、自層十分に頂戴した。ひかぬか、吉川氏。吉川大白、刀を下げると、静かに四五歩、後ろへ退るぞいた。瞬いていた焚き火の炎が落ちる。さすがに、お分かりがよいの。新太郎にあり。先日もな、拙者宅へ切り込んで参った陣があった。五人、七人であったかしらん。 三人倒した時に拙者が、か光いと申した。ところが、強情な人たちで、最後の一人は逃げたが、六人枕を並べて切り死にだ。刀を押し拭ってさやいあっぱれと申せばあっぱれ。愚と申せば愚。は <laughs> っそれに引き換え、大白殿はのう。言いかけたが、くるり厳しさを返すと、いずれ、そうい ご用もあればまた。という声は、すでに二三十歩も先から聞こえてきた。裾をからげて、左手に、つばもとをしかとつかみながら、芝口御門の方へ、新太郎は宙を飛ぶように走っていた。七。坂を上がって、右が島津家上屋敷、左がではの本間亭。屋敷外れに空き地があって、 十五六本の赤松が立っている。松林を前に石段を七八つ降りると、質素な表構えで黒べを取り回したすき屋風の屋敷がある。走ってきた新太郎。表門を右へ回って裏手へ来ると、勝手知った木戸。拳を上げて三度ずつ二回叩いたが、内からは何の答えもない。遅れたか。 足を上げて軌道をけはなす。中へほとんどのめり込むようにして植え込みを、月山を走り越えながら奥庭を目指して進んだ。月屋の前まで来ると、チャリンという音、切り結ぶ気配だ。新太郎参上わびきながら音のする方へ走っていくと、不意に高校と明るい奥庭のあ様が、 目の前に開けて見えた。おっと、足を止める新太郎。見ると縁先に、奥勤めたちが食台を下げて立つ。中に、樽馬置継を挟んで、白髪頭の島津茂秀。松本伊豆の神が、静かに庭先の切り合いを見物していた。倒れている者死後、残っている者は一人。例の黒ら者の目出し頭筋。 大白一味の小族である。これに立ち向かっているのは、年の頃、二十四五であろうか。色は浅黒く、眉きつく、小柄だが、引き締まった体つきで、一刀流をよく使うらしく、帽子先を下げ気味に、じりじりと、敵を圧迫していた。新太郎の姿を見ると、秋か。沖継が声をかけた。は、よいよい。 こちらへ来て見ておれ。新太郎が遠先へ進むと。今少し早く参れば、面白い勝負が見られたに、惜しいことをしたぞ。失態、ひらに。手をつくの。いや、今宵は務めのほか、失態ではない。ま、見ておれ。皆様、ご無事にて。うん沖継は頷いて、庭先の勝負へ目をやる。新太郎も。 靴脱ぎに腰をかけて見物になった。黒ずきんはわずかに右へ回る。との、若者が声を上げた。うん。しまず、しげひでが答える。こやつ、どこを切りましょう。そうだのう。しげひでが、しゃがんに笑みを含んで、立ちながら首をはねる。も、面白いが。言いかけたが、いや、ごていぜんをけがすのう。 では、真の像を人差し、二たちまでもちいずに倒してみせい。捕まつりましょう。答える隙。おう。おめいた黒ずきんが、真っ向へ、ぐわんと切りつける。と、見せて返す、猛然と払いによる。チャリン。受けて、ぐぐぐっと、よりみに迫る若者。八万。叫ぶとみるや、影の気合だ。 体がさっと沈むと思うと、キラリ、闇に秋の明かりの子を描いて、パッと後ろへ飛びし去った。同時に、頭巾の男は、うん、うめいてそこに立ちつくんだ。八、見事、見事だ。島津茂秀がそう言って、おきつぐに振り返った。相楽子、いかにあっぱれな若者、いかにも。 近頃になく、寒腹つかまつった。茂秀、ほくほくと。突二郎、地高、は。達二郎と呼ばれた若者は、十分刀に拭いをかけて、明かりにかざして箱ぼれを改めると、さえに収めて、円端に進み寄った。潮だ。おきつぐが呼ぶ。廊下の角に、片膝立てのなりでいた。 四人、塩田宗のりが。ほ。と言って立つ。その死体、表の松林へ取り捨てい。ほ。下がろうとしたが、死体を改めませんでも。よい。おきつぐうなずきながら。証拠となるようなもの、持たせてよこすはずはない。構わず、放り出しておけ。言うと、しげひでの方へ向いて、さずまこ、入りましょう。 いやあ、しげひでが、たずじろうもまいれ、という、若者は手を下ろして、帰りちで、衣服が汚れましたゆえ、私はこれにて、そうか、はっはっは。しげひで笑って、大きく手を振る。美しいおそばめがおると、たずじろう何度も、衣服のことに気をかうと見える。いやあ、よいよい、さらば先へ戻っておれ、との、 達次郎が慌てた様子で、さようなことを。かまわぬ。男が女に惚れるほど、天地自然の利義じゃ、祝って申せ。そうではござらぬかのう、相良公。薩摩公は、お分かりがよろしゅうござるな。起きつぐ、微笑んで、参りましょうぞ。というと、すっと先に座敷へ入っていこうとした。が、ふと足を止めて、 心太郎、と、振り返った。後で頼みがあるから、おとうまで待っていてくれぬか。ほ。おきつぐとしげひでは去ってゆく。心太郎は立ち上がると、失礼ながら、と、若者に声をかけた。しまずくをご飯中にござるか。さよう、すはたずじろうと申す。いや、申し遅れた。拙者は死生のぶらい、秋心太郎。 当時、芝新鮮座に住まいおります。お噂は。と、辰治郎が頷いて。金がね、相良公より受けたまわっておりました。当代無双の剣豪に加えて、江戸随一の美男。猿若へなど、出てのう。新太郎は、打ち消し笑って答えた。いや、真実。辰治郎が、羨ましげに、新太郎の横顔へ目をやった。 噂以上のお得ぶりでござるよ。これで女に惚れられるから、心得ぬことではござらんか。はははは。いや、これから座しとラン比べ、一暴れ捕まつろうか。そして新太郎は、隙屋を表へ回った。心。一。新太郎は、おきつぐの言葉通り、 自分に与えられてあるおとうの間に待っていた。壁のどこかで、さっきから細く、コロロ、コロロ、と虫が鳴いている。染み通るような秋の夜きが、四足の降臨に溶けて、新しいビンゴ表の上を水のように流れるのが知れた。新太郎は、ふと瞳を上げた。気運行水の影が、眼前をかすめたのだ。 半年前までの酒は、世を捨て、人にすねた酒であった。が、この頃の酒は、胸の苦しさを忘れ、美しい幻を打ち消そうとして飲む酒である。春三月、十日頃のことであった。夜桜の酒に浮かれて、足元も危うく、赤坂山王の下を歩いてくると、七八人の侍が、女乗り物を担いで、 宙を飛ぶようにやってくるのにあった。目に留めるでもなくやり過ごすと、二三十件余り後から、はのかご、止めて老石者でござります、はのかごと、必死の叫げを上げながら、二三人の橋ためらしいのが追ってきた。前後、前悪の差別をつける糸まもなく、よしと言って新太郎、きびすを返すと、その乗り物、待て待て わめきながらおった。声を聞きつけて、しんがりにいた四人ばかりが足を止めて振り返る。と、た太郎を認めて、うなずき合いながら手に手に抜いた。た太郎は追いつくと、利ひは知らぬ、女性の救いを求むる声によってまかり出た。その乗り物を止められい叫ぶのに耳も貸さず、四人の者がいきなり切りつけてきた。無法な。と、た太郎。 抜き合わせると手間暇なくね落ちで四人を倒す。乗り物は早くもうあまり遠くへ。待てダットのごとくおう。見つけ手前二丁ばかりのところで逃げ切れぬと見たか乗り物を担ぐ四人。そこへカゴを下ろすと抜き連れて新太郎を迎えた。よせよせ新太郎が駆けつけながら。先の四人も土をなめて後悔しおるぞ。 下手に動かずと乗り物を置いてさんしろ。という、一人が声鋭く。帰ろう。このうちには身分高き姫君がいますのじゃ。だりに照らしをすれば、そっくびが飛ぶぞ。どけどけ抜かすなと、飛び込んだ新太郎。いや、叫ぶと脇の一人へねうちをくれる。あやおくよけたが足場を取られて溝の中へ、溝と高く落ち込んだ。 続いて残る三人、あっという間もなく打ち倒すと、うふん。新太郎、あっけなさに、帰って拍子抜けの手だ。刀をぐってさやに、収めるところへ、戦国の端ためと、おっとり刀の侍四五名が、血相を変えて駆けつけてきた。いや、ご無事だ。早く殿をというところへ、馬を飛ばして乗っつけきた老武士。それが、田沼きつ継だった。 が、馬を飛び降りると、急いで乗り物の前に進み寄って両手を膝に、とのもにござります。ご安ど遊ばせ。と、低く言った。乗り物の内からは、はい。一言、答えがあったばかり。しかし、その声の美しさ、わずかに離れて聞いていた新太郎の耳に、今でも忘れられぬ響きとなって残っている。 にそれが縁で、まもなく新太郎は三日ごとに、青い坂の屋敷に、警護の宿直を務める身となった。しかし、あくまで勝手気ままの新太郎。随心を嫌って、新鮮座の住まいは変えず、勤め外には、荒屋のマロネを続ける約束であった。屋敷の主は、あの世の声の主だ。裁量は、タルマを置き継ぐ。付け人として、 島津重秀の範中からも、交代に四五名ずつ、目立たぬように祝辱しているらしい。こんな厳重な経営を要するこの姫は、そも何人だろう。奥勤めたちの呼ぶ名も、ただ、お姫様というばかり。伊豆方のいかなる身分の姫君か、想像もされぬ。その上に、さような重い身分の姫が、乗り物のまま奪われかかったり、 お命を縮めようと切り込みをかけられたりする。そもそもこれは何の意味だろう。不思議だ。新太郎は何度そうつぶやいたかしれぬ。夏のことだった。霊実の勤めでおとうの間に詰めていたが、広く暑い晩で帰りの煙にも目が痛く、つい風を吸いたくなってお腹庭の方へ出て行った。 すると、山向きの柿越しに、おうち庭の外れ、月山とお池に面して、月屋のどびさしを深く、なで紙に、しっそな黒ごろみの装いをした、年若の、おはしためとも見える乙女が立っていた。新太郎は、おはしためと思ったので、柿のこちらから何気なく、熱うござるな、と、声をかけた。乙女は、池もを見つめて、 うっとりと放心していたらしいが、心太郎の声を聞いて、ふと振り返った。今少しすると月が出る。重ねて心太郎が言った。乙女は振り返ったまましばらく心太郎の顔を見つめていたが。はあ、と、低く答えて、またいけの方へ目を戻した。不愛想な娘だな、と思ったが、心太郎には帰ってその方がよい。 自分も胸を押しはらけて、風を入れながら。下町と違って、山の手がかりは涼しいと思ったが、帰ってかなど、こちらの方が多いくらいだ。これ、このように、島模様のあるかなんどは、下町にはおらんからのう、などと言った。が、思えば冷やせ、その乙女こそ、屋敷の主、おひいさまであったのだ。それと注意されて、 逃げるように自分の部屋へ引き取った心太郎。何かしらん血が踊って、方がほてって、真の像が焼けるような気持ちだ。目を閉じれば引き締まった雪のような肌。新月の匂うかと疑われる眉。憂いを水晶に溶かして滴らせたような瞳。あのつつましい黒好みの、おはしためにさえ見誤ったほどの衣装。何一つとして、 思い浮かばぬものと手はない。たまさかに漏れ聞こえることの根にも、おはしためが心なく唇にするおひいさまという声にも、深くや新太郎の胸は熱く騒ぐようになっていった。酒。この頃の酒はこの苦しさ、胸の辛さを忘れるための酔いだった。壁から染み出るような虫の根が、 ふと、病んだかと思うと、廊下を静かに近づいてくる足音がした。慎太郎はその音で、階層の糸を、ぶつり立った。慎太郎、いるか襖の外で声をかける、おきつぐだ。は、待たせたの。そう言っておきつぐは、静かに部屋の中へ入ってきた。慎太郎は、日よけのそばを、少しいずさって、形を改めた。 三、ざりつくとおきつぐが、行、きょ、なんぞ変わったことはなかったかと聞く。新太郎は手短に、千夜の切り込みと、今宵、小引町の腹へ誘い出しをかけられた始末を語った。しかし、吉川太白の生でははっきりと言ったが、第一の切り込みに鉄砲を持っていた、断層の女のことは、なぜか話すことができなかった。 ふむ。いちいちうなずいていたおきつぐ。して、八名のうち、地名の者の数は。さあ、二名は、おそらく助かりますまいが、あと四名はどうざのきず、当座の傷。大白の左腕は、もはや,や、役には立た,たぬかと。よしよし。おきつぐは、眉を寄せながら。惜しい奴だが、利妃の差別がつかぬで。ご存知にござりまするか吉川か,かの 知っておるとも、キャツ、以前神や原神の道場におっての、非流剣と自称する意合をもって、江戸中に聞こえたやつじゃが、それがいつか、猿方に買われて徒党を組み、表面は、発酵不和流剣道指南と道場を構え、実は、わしの首を狙っておるのだ。ほう、愚かな奴らよ。おきつぐは冷笑した。新太郎、つと顔を上げて、 何か、ご用にてもござりますかうん。と、おきつぐが。それがの、少々。と、口を濁つ。はばかりながら、何事ないと。も。それはわかっておるが、別な話じゃて。はあ。実は、おひいさまがの。た太郎の胸が、ドキンと大きく波打った。おきつぐは、心をけっしたらしく。そこもとに、大手使わそうと申される。 命をまとの方向。一言、ねぎろうてやろうと、のう。は。お目通り、願うかカッと耳なり、心太郎はじっとり脇の下に汗だった。ご遠慮申し上げるか、例のないことで、いささかわしも迷っておる。と、申すのが、何か死災ありげに言いかけたが、廊下を足早に来る人の気配。おきつぐは、きっと顔を上げた。 申し上げまする。襖の外まで来ると、奥勤めの声で、お待ちかねにござります。と、被告言う。どどいもおきつぐは答えて。はと、女が去るのを聞き確かめ。心太郎。は参、ま、れ、お目通りつかまつろその上のことだ。どうなるとも、死案のほどはあろう。参、ま、れ。謎のような言葉。 た太郎、さすがにいささかためらって、ちらとおきつぐの顔を見上げたが、おきつぐはむいてざをたった。お待ちかねじゃ、こぬか。ほ。きっと唇を引きぶすんで、た太郎は立った。生来十八歳、初めて思いを焦がす人に、秋た太郎は会えるのだ。四 古代サラサヘリドリー。資本石釣りの襖に、伝承風の敷畳み。仮構えの上段には、ミスが降りている。従条ばかりの古城院作りで、壁館には、古い仏画が掲げてあった。新太郎は、置継ぐの後から入って、下座に平復した。置継ぐが低く、秋新太郎にござります。と、披露する。 ミスがキリキリと巻き上げられるのを、シ太郎は、ほとんど夢心地に聞いた。おきつが、ささやき声で、ご挨拶申し上げという、ほとんど同時に、シ太郎久しい対面じゃな。あの声だ。は顔を見しや。シ太郎静かに表を上げた。夢に見、幻に描いたそのお方が、今、そこにいる。 胸を焦がし、心を狂わしたあの瞳が、唇が、頬が、輝くばかりに微笑しながら心太郎を見つめている。ご機嫌うるわしゅう。心太郎の声は震えていた。そなたも剣語かはっ。敬語の祝辱、喜ばしく思います。はっ岡田の笑顔が、はっと消えた。澄み切った瞳が、生き生きと輝きを増した。 そして無料の上演を込めて、この思いを含めと言わんばかりに、ひしと、しんたろうの目を見入った。しんたろう、ほ、また、おりおり、来てったも。しんたろうが、はっと手を下ろすと、きりきりと、ミスの降りる音がした。そがろう、おきつぐの声に、表をあげると、 もはやみすのなかにも、そのひとのけはいはなかった。ろうかへでると、こちらへいれ。おきつぐがそういって、すきやのほうへ、しんたろうをみちびいた。おはしためが、しそくをてんじてさがる。ざにつくとおきつぐが、地孔をよれ。しんたろうおもわず、おきつぐのめをみあげた。おきつぐは、しそくのひへめをやっていた。しんたろうは、ずいといすすんだ。 おきつぐはしばらく、しんたろうの表を打ち見ていたが、やがてその目を、しそくの火に向けた。しんたろう、ほ、ながらく、ひしておったが、おきつぐの声は、極めて低い。こよい、かのお方の、ご身分を明かそう。ほ、実は、目を、再びしんたろうの方へ戻しながら、とう上様の、二の姫君。 千代様と申し上げるお方だ。新太郎は先人の谷底へ突き落とされたよう。しばしは頭を上げる気力もなかったが。しかし、当上様には、と、ようやくに聞き返す。万寿姫、お一人より他に姫君ありとは伺いおりませんが。それがな。おきつぐは、太い気と共に答えた。千代姫君の母校は、お部屋、 おちほの方であった。しかるに未来どころには、日頃からおちほの方を太く疎ませられ、千代姫君ご成長を喜ばれず、微宗家と測って、幾とか姫に害を加えられんと遊ばされたのだ。おきつぐは安全と言葉を切った。ご、要は、と、おきつぐが続けた。未来様のご潔癖。 それに加えて、お部屋様、お品の方も、未来様のお月として、今日より下校された女性だからの。江戸育ち、永中子さんの、それも等しいお美しく、理髪のお地方の方が、煙たく荒らせられるは、避けがたいことであろう。新太郎は、静かに頷いた。かてで加えて、竹千代君皇居、お後め直しを控えて、御三家二教の作動となっては、 ご聡明ながら、ご女性のこと、千代姫君のおんみに、いかなるおにくしみが加えられようも、はかられぬし、上様それとかんづかれて、表向きのご疲労もなく、密かに姫君をわしと、さつまくをとに、おたくし遊ばされたのじゃ。しかし、新太郎が、おはとめ豊よぎ君の入らせられし上は、もはや千代姫君のおみの上も、ご安いにござりましょうが、 未来様ご一等のおぼしめしでは、おきつぐは、声を潜めて、千代姫君をして、万一、豊千代様ミス中にでもおさしめられては、と。のう、それをんぜられて、それはいかにも。もちろん、当上様におかれても、ことのほか、千代姫君ご障害にて、豊千代様ミス中におされたきおぼしめしなしとは申されぬ。それゆえにこそ、 一層姫君の海の上が危ぶまれるのだ。後期に生まれたもうて、安らかに枕も温めまいらすることのできぬおいたわしさ。せいほ。お年頃にならせられても、月下のお慰めなく、玉坂油酸を楽しましめまいらせんとすれば、この春の三能のごとく。のう。葉の説も、新太郎泣くんは、いかにあらせられたか。 考えるだに、牢の肝が縮む。今宵もふと、新太郎と申すに目通りを、と、仰せ出された時、新太郎の胸は、カット熱く。わしには、お心のほどが知れたゆえ、にわかには、お目通り願わする気になれなかったのじゃ。お方は、そこもとを通して、世の中の姿を見られたいのだ。そこもとを通して、人間の姿に、 触れられたいのだ。姫君も、もはや十八に、愛いなられたよう。新太郎は、自分の息吹の熱いのを疎ましく、恥ずかしく感じながら、身動きもせずに神戸を垂れていた。各打ち上げて話す上は、この上とも出世頼みいるぞ。は、非線の私、新太郎は両手をついて、妨害のおぼし 何とも片付けなく、ただお方様のために。んその一言なりよりじゃ。おきつぐは、うなずきうなずいて。なんなりと、望みがあれば、叶えてしんぜよう。思いもよりませぬこと。しかし、新太郎が、ずいと膝でよる。お伺い申すことが一つござります。ん大くずとめに、さがとか申される者がおりまするな。おう。 おったと思うが、それが素性のほどは、確かにござりましょうか。と申すと、何か不審のことにでもあるかいや、と、言いかけたが、何を思ったか心太郎、すっと立って、廊下に面した障子を、不意にガラッと引き開けた。誰だ心太郎が叫ぶ。バタバタ、と、誰か廊下を、上へ走っていくのが見えた。 重夜崩れ。一。麻布月が久保にある時宗の名刹、東光寺は、お重夜港でにぎわっていた。境内にある役よけ地蔵が、それに加えて、礼月の縁日というので、山門から執行院の前、ずっと出て谷町の方まで、昼からぎっしりの物売り店、辻公尺、もぐさ売り、わた温尺、因果物の小屋掛けまでが、 わんわと人を呼んでいる。三の字、さっさとアルビネ。待てということを。三の字、実名、松笠の三吉という。先に立ってせっついているのは、例のメルキの達子。三の字となら、手前がアニーブンだから、達子も今夜は幅である。足に根が入るぜ、さっさとキアなさような。あの娘をあのまんま、そうそっけなく見せていけるものか。 何を娘それみな、兄貴だって娘といえば。無駄言わずと、どこだ、どこだ。それ、そこよ。指さすところに、白髪交じりの老母が、もぐさを売っていた。百をに急すべしとは、えへん。自賃が本蔵にも詳しゅうござりやす。近松の浄瑠璃にも、一匹据えたや切りもぐさと申しやしてな。達者自慢の狂嫌いは、 小読みを開いて吉日を何時、二日と聞いてわがままをつづしむのたとえにござりやす。えへん。めうき急うに急転散歩ならざれば、ろくに当たらずと、えへん。立つがどんと三吉をこずく。ふん。しゃれにもならねえ。行くぜ。条件にしやすんな。三吉が。はあ見えてもあのばあさん、まだていらずだぜ。そうとすればよ。 しわばよっても娘にそういわ。殴るぜ。待ちねえということを。人組にもまれて、胸口が途切れる。が、再び寄ると、すぐ燃える下だ。こうみや、兄、なんだ合成とでけえまんじゅうだぜ。だらしのねえやろだぞてめえば。まんじゅうのでけえの謎に目をつけやがって。け、えろ、このつらいおこしだ。らいおこしでもでけえよ。 何か工場を抜かしてるが聞いていこう。何十の工場なんぞ聞いてみろ。明日っから神田浄水が腐っちまわ。まあ、そういうなよ。見るは放落。聞くわ、聞くわ。ゼック一部と定めたり、立候が手を出して、そう一部。つい鼻先には、大きく幕に三回菱に、都の字を染め出した屋台。片方に、せいを身構えおいて、男三人、 女一人が、せっせと饅頭を作っている。一方に、でっぷり越えた中年男が、喉をからせて工場を言う。おぉ、遠からん者は、餅つくウサギの耳にも聞け。近くは目にも都饅頭。色気よりまず食い物の世の中。吉屋じゃの道は上古が知るとも。餅は餅屋が理屈を申さば、そもそもこれはコート饅頭の本店にて。 思ったろうが君団子は、ままこの店の肝心なり。きや。立子が、ぐいと三吉の袖を引いた。症状が当の降赦を聞いたって、傍者が成仏しやしねえ。全体てめえは。言いかけて、ぐいと立が三吉のひばらをこづいた。カムが見つかった。という合図である。三吉、立子の目の行くところを見ると、年配は五十余り。 ズキンをかぶって黒歯舞台の衣服。青貝を散らした贅沢作りの大将。屋敷風に格式張ばって刺した立派な武家が、友も釣れずに、カンカンとして行く。二。抜かるなと、囁いた目抜きの達子。人混みを押し分けて、例の武家の向こうへ通り抜ける。すれ違いざま当たりをつけると、海中にずしりと重み。 いたものに小粒を取り混ぜ、五十両はかけぬ、と、検討をつけた。久しぶりの鴨も、おかも様、ま、様さ様、ま、北総縁だ立つ。良いほどにキビスを返すと、左手でヤズを作って、人ごみの中を半々と花唄。四つのたもとに霜が降る。もう引けすぎの中野の町。成平ローリンから聞き覚えの。 はうたを低く歌いながら行く。頭巾があるからよくはわからぬが、身分ありげな人品。しめた。もう一度うなずいて近寄る。三歩を二歩。よろめいて。わずかに肩を相手の腕へ、とん。当てる刹那、立つの右手がさっとひらめいた。途端に、両外者。武家の口をつく叫び。体をひねって、むずと立つの右手を取る。 畜生達が取られた手を逆に回して、どーんと体当たり。思わず離すって、ひらりと、つばめのように身を返した達。三吉が右にいて、あ、跡うちだお。途方もない叫び。わーっと人混みが一時に乱れ、崩れて、湧き返る中へ飛び込もうとすると、待てと言って、どこから出たか、七八名の侍。えい。 殿、何か。一人が、例の武家のそばへ走り寄った。殿と呼ばれた武家は、苦笑しながら近寄って。うん、懐を抜がれたよ。おのれ、ブレイボノ。二人がそこにすくんでいる立つの、襟紙をむずと掴んだ。武家はそれを制して。手荒なことをするな、世の油断じゃ。抜いたものを戻して、なつがよい。と申しまして、こやつ。 屋敷へ引き立て参ったがよかろう。ふたどきしごくな、ゲロめしきりに生きり立つ、殿様が。人が立つ、見うもないではないか。早う取り戻して放ってやれ。は襟紙立っているのが、これく、と、どなる。殿をお忍びのおりゆえ、お慈悲をかけられるとの大せじゃ。さ、誤解中の品をご返上申して、お詫びをいたせ。 へい、しかし私は。何立つ、ブルブル震えながら。私は、な、何も存じませんので、へい。実にその、何も。ほう。何も知らぬ。武家が再び苦笑して、そやつの階中を改めてみろ。ほ、二人が左右から、立つの手を取って引く。一人が、そそくさと体を改めた。な、何も、何も存じませんので、へい。 酒によって、お殿様につい突き当たって、へい、それだけ残ってございます。ブルブル震え、こいつが術で、ながらたつ子、目尻でちらと三吉の安否を見合った。特に知らものは三吉の手へ渡っているんだ。へん、のさんか正直のさんか知らねえが、甘えものさ。と、胸の内に呟いたが、何を見つけたか、ぎょっと目を見はって、あ、やろう。 つぶやいた。三。ノイコ。殿様が、少し苛立たしそうに。ほ。慌てて侍が、いろいろと探るが、手ぬぐい一本、紙一丁。東山島の小粋な財布。もちろん中身は小銭五六枚だ。それっきり、他にはわらしべ一本出てこない。どうも、この他には一向に。 そやつの仕業にそういないのだ。よく調べてみろ。早く。はっ。周りは、ワンワンという人だかりだ。かわいそうに、ぬれぎに追っかけられたんだぜ。見ろ、ブルブル震えてろ。なに、ああいう出会いは、あれっぽく見せかけるのがすべえよ。抜いた品だってどこへ隠すか、素人にはわからねえ。ほや、お前知ってるのかいまず、旅の中か、素足だぜ。だから怪しい。 わぶわと騒いでいる。と、人だかりをかき分けて、四重あまりの馬鹿に身柄の大きい男、あごひげのつやつやと黒いのを胸まで垂らし、眼光軽々とした奴が、右手に三吉の腕をひねり上げながら、どいたどいたと、その場へやってきた。立子が、あの野郎と、叫んだのは、けらしいこのありさまを見たからである。ああ、しばらく。ひげが声をかけた。 侍の二三人がバラバラと殿様の周囲を囲む。なんだなんだ。それにかかられた五人は聞こうか。かえい一人がいたけだかに。これにおわすわ。言うのを制して殿様が、待て、と一歩前へ。いかにもわしだが、何かごきれんか。げがにやりと笑う。さぞご迷惑でござったろう。拙者が取り戻して死んぜたから。 安心さっしゃれ。ほう、そこもとか。そやつをいくらはたいたところで、脱ぎ取った品は、特同類が持って逃げておるじゃ。江戸のすりは、しゃれたものでな。はははははひは。は笑いながら、それ、この品でござろう。と、紫複雑隅の紙入れを、ずいと差し出した。んそういない。殿様が受け取る。そのまま懐へ。花分の働き。 形けない。中身を改めたらよろしかろうが。いや、別じゃない。さすがに育ちは争えぬ。と、達子を、いまいましいながら、感心して見ている。三吉は、面目投げに、目顔でしきりに達子に謝っていた。品川戻る上は、髭は改めて。この両目拙者の方にお任せくださるまいか、いかに結果じゃ、頷いて。 たかの知れた素族。だが、番所へ引くも大人げなき技。放ってやったら。これヒゲが三吉の腕をぐいっとねじあげる。あっつつつおイるしが出た。拙者と共に参れ。い、痛い。そちらの奴も、ここへ。と、ヒゲが、タ子を抑えている侍へ行った。タ子をもがいたが、ダメだ。 四。ひげは両手に三吉と立を下げて。こいつら、うるさくつくと、一緒にしょぴいているぞ。ぞろぞろと、物見高くついてくる群衆を追い散らしながら、執行員の前へやってきた。松の寝方に、ひしおうりと並んで、一気の剣大のごときものが置いてある。上に一冊の書物を置き、もう毛並びの乱れた古いクジャクの羽が一本。 死いらしく乗せてある。脳を前にして、むくつけな書生が一人、ちょうちんを下げてぼんやり立っている。おい。ひげが声をかけると、は、は、書生は夢から覚めたように、ぜ、ぜん、先生、と、振り返った。こやつら二人、仕方を抑えておれ。な、な、何者でこよいのな、宿賃だ。は宿賃の城だ。 逃がすなよ。ほ、ほ。タ辰コは、は辰子は泣き声を出して。もう、お許しを願います。この通り、もうすっかり面はさらされるし、二度と悪事は働けません。どうか、お許しを。メソメソ申すな。三吉も傍らから。これ以上は、殺政でございますよ、旦那。もう、全く結構で。貴様の方が結構でも、東方では未だ結構ではない。わしがな。 今少々稼いでみるから、そこでしばらく待っておれ。えふん。ひげがだいに向かった。この時分には、もうさっきから後をつけてきた群衆が、しお売りの前から、並びまつ三本を埋めて、ぐるり取りまいていた。ひげは漆黒の顎げをぐいと掴んでしごきながら、当人たり、人きを見回して。ええ、えふん。と、もう一度きをした。 途端に人垣の後の方から大声で、よう、風雷三人、と叫んだものがあった。わしを見知るものがあると見えるな。髭は大きく頷いて、それはういやつ。風来の両国を食い詰めてな。このように、縁日後日を回り歩く始末じゃ。志あらば聞いていけ。一子半戦の放射で、古今の物式となる。風来の降赦はな、 そこらあたりに読み古した。必死小説の類いでないぞ。遠い南蛮北的聖獣。死発行天地謙魂。空虚として極めざるなく。人運の律、人運の断り、名数の木。さながら手のひらを指すがごとく、明説して聞かせる。今宵はな、行として、平家物語のうち、哀れいと深き、重平切らるる一条を読む。 えへんと、髭をしごいた。やろう。立つ子が三吉をこづいて。どうよう踏み上がってこな。そ、そうじゃねえ、兄貴。何をあの髭やろうが見ていやがって。またばかに、橋の早い畜生ええで。と、と、黙れ。諸生が怒鳴った。この男、どりと見える。へい、首をすくめる。髭が振り返って。 やかましい。公爵の邪魔になる。天候。ほ、ほ、はい。貴様、帯を解いての。そやつらをそこの松へくしつけておけ。しょ、し、し、し,しょ、しょ、しょ,しょち。かわいそうに、達公三吉の二人は、天候諸生の帯で松の木へくしつけられてしまった。さて、前行を始めるぞ。ひげが声を張り上げた。 ご、トントン。もし、先生、先生。新太郎、ふっと目が覚めた。誰だ私です。ちょっと、お開けなすって。立つかえ<い>何か知らぬか明日にしろ。眠うて、起きるのが面倒だ。頭も上げない。そうでもござんしょうが、ちょっとどうか。お開けくださいまし。実は客、お客、お客人をお連れしてメりましたので。客 へい、ぜひどうか。心太郎、むくり起き上がると、枕元の大頭を左手に、ずいと土間へ降りた。入れ、と、いいざま、がらり戸を開ける。外は、いい月夜だ。青白い光に濡れて、四つの人影が立っている。へい、こちらがその、と、立つが低い声で。私の、お、お、親分で、 ほとんど消えんばかり。何をぼそぼそやっている。いずれの人か知らぬが、ご用とあれば、ムサクルシューござるが、おはいなさらぬか。ほう。髭が大きく目を向いて。すりの元締めにしては、人並みの口を聞くの。し、し。立つがセースの、ちらと見たばかり。いかにも、見たところムサクルシーが、ついにうたるるよりはましであろう。ごめん。 呆れている新太郎の前へ、ひげはずいと入った。後から例の天皇と呼ばれた書生が、剣大を担いだなりで、これまた遠慮もなく入ってきた。立つ。新太郎が、この五人らは。えい、その、立つが三吉と一緒に、土間へ鏡込んだまま、頭へ手をやって、全体この三皇がその、兄貴、兄貴、おいらの名を出すことはなかろう。 このお二人の、やくましい。げがどなった。つべこべといずまで口争いをいたしている。きこう。と、た太郎に向かって、この両人をご存知であろうな。どうだた太郎、ぐいとびを下げた。きこうなんだわしかうん。わしは見る通りの男だ。俺も見る通りの男だ。ひげが目を向いて、 すりの頭などをいたす文在で、人がましく口座にいるという方があるか下におい。わみいたが、声の大きなこと。はっはっはっは。新太郎笑って。俺がすりの頭なら、差し詰め聞こうは、押し込みの手下であろう。何押し込みやいに他人の家へ踏み込んで、大声に脅しつける難度。まさに、押し込み野党のありさまでないか。おう、こわや。 ふざけた男だ。心太郎首をすくめて、一歩出るや、無図と髭の襟首を掴んだ。六。しかし、一時の後。心太郎と髭とは、立つ三吉天皇をそばに置いて、大敗をあげていた。そういうわけでな。髭が、辻公爵、人屋の彫目が、きちん宿の代にならぬ。 ママよ、露宿は貧の栄養洒落ゃれ飲めしてのう、夏のうちはどぶろく。ソーピーデリンケン、大いに惑星の研究をいたしよったが、このように、秋深み、風咲いて参ると、凡夫の悲しさ、屋根の下が恋しゅうなる。それでのうても、朝起きて、この髭に下目が結び夜を見れば、人生四十年、うろた落泊を感ずるでな。はははは。 心太郎をな頷いて。ごもっと。幸い。と申しては悪いが、今宵の騒ぎじゃ。すりと見て手を出したわ。言わずと知れた仲裁役で。先徹安兵衛の故地に習い。一夜の宿、久面先祖九宝。戦国よりの武礼。進言するところ各のごとしじゃ。ま、許されい。いや、手前こそ。酒月を刺して。ところで、ぶしつけながら。 心太郎が、見送るところ、下凡の降締詩とも見えぬが、差し支えなくば、ご声命をお聞かせくださらぬか。名乗るほどの名でもないがの。髭がにやり苦笑して、姓は平が、名は源内、福地祈外とも、風来三人とも合し別に天竺浪人、将来死の名も、と、心太郎を笑って、ござりましょう。 が<ご>いや、人の悪い。髭が目を向いた。存じながら人に名乗らせるな度いや、お怒りなさるな。新太郎は酒をさして。江戸の水を飲んでいて、先生の髭と、法被論を知らぬこそ不思議。ただ、素直にお名乗りくださるか否か、それを知りとう存じましてな。ますます人が悪いぞ。と申すも、指導権などの訓囲気よろしきを得た結果にて、 これは叶わぬ。は <laughs> 心良さそうに新太郎は坂月を煽った。平賀源内はさぬきの人、将来の英出をもって、はじめ藩の茶坊図に上り、呪書の検算に没頭、後、同藩の薬草園を管理した。藩を知事して長崎に遊び、蘭学を収め、物産のことを極め、諸国を満歴の後、江戸に出た。 呪と意図なりわいとしておるうち、縦林公に見出され、二百国をもって仕えたが自死。交換に流浪しつつ、著述、あるいは物理科学に先進。よって街頭に一世をののしるの言を放ち、点々として今日を温めず、今日に至っているのである。こちらは、と、新太郎が聞く。これはわしの弟子、当天皇と合する男。 正鎮、人根合戦などは、この男の策でな。せ、せ、せ、せん、先生。天皇は、口を尖らせながら。そ、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 ん、そんな、でででで、でたらめ、でたらめ、らめを、お、お。真っ赤になってどもっている。いや、承知しておるよ。新太郎を笑って。あのような策、お若い紀恋に物されよう道りもなし、当代、あれほどのシャレ。 三人を置いて他に。まず、一三参ろう。玄内は逆付きを指して。なりひらのり、なかなか話せる。保有の片目じゃ、ぐっと開けてくれ。最上完璧港。一。春沙田は、ダコと金丸を前に置いて、しきりに口をすすいでいた。それが自慢の質素な今には、 装飾らしい何物もなく、襖絵の王挙の筆、古径三照図と、都の東下にある黄金作りの吉則の立ちとが、ひと際に厳しいものを思わせるばかりだ。誰ぞおるか。金丸を置いて怒鳴る。は。玄嘩に襖の彼方で答えるのへ。順案を呼べ。は。春沙田は、ガーッと喉を鳴らせて、 含み薬を、ダコへ吐き出すと、開始でぐいと、後辺を押し拭って、さも深い層に眉を寄せた。ふすま際へ、走り寄る足音。順案にござります。入れ。ふすまを開けて、医師、羽田順案が入ってくる。春ルサは、叩きつけるように。しみるぞ。ほ。貴様、薬を変える折には、決してしみぬと抜かしたではないか。 含んでみろ。骨の髄までしみる。それは、いぶかしゅうござりまする。いぶかしいかいぶかしくないか、自分でやってみたらどうだ。貴様の跳躍は、色学で脳て、口絶でごまかす手じゃ。胸くの悪い、変えてこい。は、順案は金丸を持って、滑るように下がっていった。春さだは見やりもせず、二度三度。が、が、と、けたたましく唾を吐いたが、 これ、と、ふすまのかなたへわめく。は、江戸屋に会うと申せ。は、行こうとする気配へ浴びせるように。さがきばは、こんでいいぞ。は、足音が遠のくと、春さだは、机の上から一つずりの書物を取り上げて、ペラペラとめくった。書物の表には、墨、黒黒と、御軒の金目録、江戸屋八左衛門、と、したためてあった。 しばらくすると、襖すぎわで、江戸屋八左衛門、水産つかまつりました。という声がした。よい、入れ。はふすを開けると、ご感定型、さがきばら小兵が、江戸屋を後へ控えさせて、平伏していた。江戸屋とか、許す、入れ。えへ。小兵は控えておれ。さがきばは平伏したまま、 八左衛門は静かに座を進めた。江戸屋は五十余り、小柄な引き締まった体全身、これ肝といった男だ。眉の薄い割に目の鋭い、耳たぶの大きく張った、一癖も二癖もある面構えで、当時江戸の合唱中、第一の指におられる商人として、恥ずかしからぬ異常部である。江戸屋か。と、春沙だ。 八左衛門は、閉復したまま。へへ、下船の身に、お目通りを仰せつけられまして。挨拶は抜きじゃ、よれ。へへ。春貞は、じろり、江戸屋の顔を見た。八左衛門は恐れげもなく、一ひ膝、二ひざ進むと、頭を上げて、正面から春貞を見上げた。鋭い瞳の光。春貞、はっと背いて。 かぎだしのものを読んだぞ、という。二。春ルは、ダコを取って、ガーッと大きく、唾を吐き捨てると、心の動揺を知られまいと、恋づくろいをしながら、剣の金、五万両、だのへへ、じゃが、そのような金、ゆえもなく、稲や、江戸やが、 低く制した。なんじゃ。ほ。なんぞ申すことあるか。江戸屋の瞳がきらりと光を増した。春さだは、またしても、防ぎきれないで目をそらした。主張人の目を受けきれぬ自分が、不思議でならなかった。なるほど。奇襲犯としては、江戸屋から、莫大な借罪がある。この四年来、利払いも思わしくゆかぬらしい。とすれば、 五十万両の桁は、党に越しているだろう。しかし、規範の物産取りさばき方は、ほとんど江戸屋が一手に占めているはず。これら年来の利順を見れば、五十万や八十万の借剤は、そこまで考えたが、春貞だもさすがに、それを押し切って、何でもあるまい、と断定することはできなかった。だが、完全に並べられた五万両はどうだ 相手は商人。名目のない金を何の理由もなく持ち込むわけはない。春貞はまたこを取って、んと、江戸屋の舌を促した。実は、八左衛門が口を切る。途端に春貞は、無遠慮に喉を鳴らして、ガーッと唾を吐いた。うん。手前、明きの手、広げつかまつりまして。長崎表に海産物の、 からにバイバイをもくろみつかまつりました。からにバイバイ春さだは意外なと言いたげに。じゃが、それは大阪の山や渡辺なんどが黙ってはおるまい。は江戸屋の目が笑う。それにつきまして、助言性というか、稲や山や渡辺らとは、もはや談合がついてございまする。しかし、八左衛門の声がぐっと鋭くなった。 一の難関は、会社にござりまする。空に売買の飽きんどは、ご承知のごとく、会社の起き手によって、定員にござりまする。しかし、平日空船者の貿易は、日々高きを加え、到底定員のみの扱いきれぬ数だがと相なりおります。多言はいらぬ。春沙田が制した。望むところだけ申せ。へへ。八左衛門は抵当しながら、 にやりと苦笑を漏らした。つきましては、会社の起きて表にござりまする。店員のご修行愛なりまするよう、お言葉添え願いますれば。うん。春沙だは頷いた。これでまた、おき継ぐ目を、やりこめてやる手が、一つできた。空船フの売買に、店員を置くなど貿易の席を防ぎ、国運を損らぐの悪策だ。おそらく、 商人どもの千里にひざまずき、賄賂などをしこたませしめておるにそういあるまい。よい、聞き届けたぞ。春沙田はそう言って、またしても、ガーッと臭いつわを吐き捨てた。三。江戸屋が下がると、春沙田は、下がぎ腹を呼べ、と命じた。お召しにござりまするか すぐに榊原が来る。例の者、来ておるか。ほ、控えておりまする。女も、魚意のごとく。うん。春さだはずくと、手箱を開けて、二丁の紙包みを取り出し、すっと立って、榊原小兵衛の後から部屋を出た。書院を左に見て、控え屋の方へ廊下を曲がる。鍵の手に折れて、右へ頑丈作りの水筒。 開けると左へ行く廊下の右側が壁になっている。榊原が前へ出て柱を二三度叩くと、カチリと鈍い音がした。ごめん。と言って壁を差し加減に押す。低くきしりながら壁が右手へ滑った。その当時、諸行の屋敷にはいずれもあった抜け部屋で多くは非常の場合。 脱出の道に作られてあったものだ。しかし平常は用がないから、日中の日にされてあるを良いことに、勝手筋へ金を賄って、賭場に使ったり、もっと怪しからんのは出会いの隠れ家にしたりしていたものである。抜け部屋の中には、左手を木綿で巻いて、肩から吊っている武士と奥勤め風の女とが黙って座っていた。 怪我をしている武士は、吉川大白だ。し<ー>、上手の壁の中から声があった。大白と女は、はっとそこへ両手を下ろした。壁が滑って、酒木原と春貞が出た。春貞が座につくと、大白か、と声をかけた。吉川は、平服したままで。ほ<ッ>、っ。手を、どうしたは ことの気づこほ、せんや、大せつけの男。言いかけて、女の方へ目をやる。春さだは、うなずき笑って。よいよい、ぜつとよいものじゃ。それもキャツをねろうたことがある。まんまと、一目んじたがのう。ははは。この方が、大くが見る。新太郎。うん。もっとも、一人ではなかったがのう。春さだの言葉に、 女はなぜか隠しがたく耳を染めながら、ちらと大白を盗み見た。して、その方はは大白は面目なさそうに。心聞きたる者ども八名して、小引町の腹へ連れ出した上、一応、青い坂より手を引くよう申しましたが、もちろん、承知せぬゆえ、一頭のもとにと抜きました。切ったかいいな。大白は、 頭を横に振る。不敵なやつ、できるな、とは存じましたが、抜き合わせてみると段違いの腕。なかなか、江戸見客多くとも、彼に適するもの、五人はありますまい。我が氏、神や原神ならばともかく、対等の立ち合いもございましょうが、私ごときが、相手には過ぎまする。で、どうしたのだ必死一冊。と言ったが、大白の声は暗かった。 必死必殺と存じまして、捨て身で切り立てましたが、まるで。4。まるで子供扱い。ついに手の者三名は死死。残らず手負い、拙者まで、このように。大白は苦笑しながら左腕を見た。面憎いやつの王。春沙田は唇を噛んで、佐賀。 女の方を見た。その方の時も四五名取られたのう。を。はい。女は手を下ろして。二人死に三名は重傷にて。ほう。大白が頷いた。気圧、それほどできるかしらん。尋常一様の儀に手は。闇討ちもかけて見たし、鉄砲も用いて見たし、大白の飛竜拳も届かぬとなると。春沙田は、 少しイライラしてきた。大白、は、もう一度、やってみる気はないかその儀につきまして、と、大白は手をつく。お願いつかまつることがござりまする。願い、なんじゃ。今日までの、過分なるお手当、ただいま限り、ご返上つかまつりとを存じます。それは、春さだは、いぶかしげに、どういう意味じゃ 原神道場において、筆頭の腕、横髪破りと自負して、あまたの門人を養い、人魂をいたしたこと恥ずかしく。また、上様ご恩講をこうむりながら、己の未熟より、七名の門下を傷つけ、己も左腕を失いし始末。実に、残機に絶えませぬ儀。うん。今日より、お淵を離れて身軽となり、秋新太郎を倒すためには、 才能とも愛なる所存。うん。春沙田の眉が動く。また二つには、大白は気も太く言う。死勢の闇に隠れて、供養性の知性を呪う一方。辻斬り。よっ。引き剥ぎ。追い脅し。春沙田は、うなずきうなずく。休眠を先導つかまつって、一気も起こすべく、打ち壊しもいたすべく。 獣王無尽に。そうか。春沙は、拳で膝を打った。紫の使いと、いよいよ闇に踊るか。ご調教くださいまするか。よかろう。春沙は機嫌よく。一気暴便のことは、上に羽ばかりも多けれど、暗に星を飛ばす風流も面白かろう。ご政治の腐敗、世紀の乱脈。 市民の贅楽、上より下まで、各穢れ切った世は、ここに礼を知らぬ。やれ、非流権を放って、悪ほど知らぬ世人の打民を覚ましてやれ。は、大白は両手を下ろした。落とし松はわしがつけてやる。勝手放題に暴れてみろ。うん。春沙田は頷いて。こうしよう。その方をこれから、紫組と名乗れ。は。 何かできしたら、この紫の紐一筋を残しておくのだ。のう、すれば後始末はわしが良きに測ろうてやるぞ。太白は返答もせずに胸の内で考えた。これが御三家の一つ、最上皇と言われる人か。と、太白の胸は何かしらん、もやもやと困ってきた。五。 佐賀。は。春沙田は、大白を目で示して。この男、覚えていてくれ。吉川大白と申して、我らの副信者。はい。佐賀と呼ばれる女、歳の頃は二十六か、七ででもあろう。肉のしまった体つき、肌の色浅黒く、額高く、瞳の内に光り合って、 美しさも美しいが、何か毒のひらめきがある感じだ。大白が偉食すると、細い、形の良い唇で微笑しながら、女も目礼した。青い坂に、何ぞ変わったことでもあるか。はい。佐賀は低く。お方には、この四五日、ご美容にて、小遣子。それが、佐賀の唇が笑う。何ぞお医者にお見せ申しても。 一向に知れませぬようで。どのような終日微熱、軽いお席が出て、気鬱が晴れず、お食事が進ませられず。ん春さだの目が光った。やったか。い,いえ、佐賀は静かに頭を振って、まだあれはそのままに。すると私には、いささか心当たりがございませるが、うん。 古美容のもとは他に。なんじゃはと言ったが、どうやら言いにくいらしく、ちらと大白の方へ目をやりながら、秋新太郎が。えほほほ。<laughs> 佐賀の笑いだ。新太郎が何か春さだは察しが悪い。しかし大白はそれと気づいて、ちょっと鼻じろんだ。新太郎が何かいたしたのかお方の心を。 悩まし参らせる相手かと。よ<っ>。三能詣の折、気難を救われてより、何かと新太郎に心惹かれたまうようで、先日来二度までお目通り仰せつけられ。して、殿もは承知か初めての折は、殿様が強く御精子なされての上、立っての仰せで、殿様おき添いの上、えっせられ、二度目はじきじきの仰せつけにて、ご老女おき添いのみ。 けしからぬ、うん。春沙田は、大声にわめいた。無来下船の者、を間近に寄せて何たる不始末じゃ。けがらわし、い、沙田の限りじゃ。たとえ、甲のご疲労はなくとも、と、将軍の。あ、上様。佐賀が遮った。うんそれを仰せられずとも、私に、一案ござります。春沙田は、眉寄せた。薩摩公が、 お方の盾となって、ご敬語につきましたこと、ご承知にござりましょうか存じている。薩摩公ご次男に、渡る様と申せられるのがござります。んして。茂秀様のおむくろみは、お方と、渡る様。春貞だの目が、再び光った。毒。春貞だは、今へ戻ってきた。純安を呼べ。 純暗はすぐに金丸と薬箱を持ってきた。薬ほ、今度はシミぬであろうの。ほ、おた試しのほど。手早く薬箱の中から山頂の薬を取り出して、金丸の中へ開け、こ油にちょうじて恐る恐る捧げた。春さだは金丸を取って薬湯を含むと、凄まじい音を立てて歯茎を洗い始めた。 純暗は魚雲を見る老漁夫のように器具と衣服を持って春砂田の表情を見守っていた。今度は染みなかった。方向が腐れた歯茎に快く浸透して鼻について寸時も離れぬ異臭が煙のように消えてしまった。春砂田はガーッと薬を短壺の中へ吐き捨てると大きく頷いて。うん、よい。 よいぞ。は、この重宝、忘れずにおれ。は、面目に飾りまする。下がってよろし。順案は、平伏して下がった。金丸一杯で、口をすすぎ終わると、春貞は、机に向かって髪を伸べ、筆を取った。大名も、下侍も同じ人。自分身の周りの始末は、自分でする。というのが、 はるさだの持論だ。武家諸藩の内政苦境を処理するには、藩主まず生活法外の無駄を接し、格式は格式として、日常の虚偽はできるだけ質素胆管を尊ぶべし、とも言った。それではるさだは公式の外御書を使わず、書簡も多くは自分で仕立てめた。はるさだは自分を、 遠望信仰の死と信じていた。幕府の体制を挽回するには、まず、己春沙だが立たねばならぬと信じていた。幕府の体制、これくらい不可思議なことがあろうか。新君以来、現時の頭株として、平和の権威におり、天下のことを掌握して、万の方聖一に、幕府より出るはず。何が故に財政の逼迫をきたし、 何が故に民心の像を買うか。他なし、成り上がり者、樽馬沖継の失勢よろしくを得ぬにある。春沙田はこう考えていた。数年来、幕府の取ってきた課税政策。これこそ悪法の悪とも言うべきものだ。沖継はあらゆる産業商品に税を課した。ものによっては、幕府自ら産業に参加しつつある。 下国上の風は誘演するところありだ。沖継は幕府を今や全くの承認解除にしようとしている。新君以来の異例を失墜したばかりか、その上に幕府を称賛のふり返事ようとしているのだ。沖継を倒せ、幕府の申請を挽回せよ。これが春沙田を主にした反田沼派の主張であった。春沙は、 書面を二通書き終わると、これ、と呼ぶ。金止の死が来ると、一通を渡して、これを、大目付、松本津島へ持って行け。は、それからこれを、と、もう一通を出して、清水殿へ届けて、は、宮内教からは、お返しをいただいて参るのだ。は、金止が去ると、立って奥へ通ずるふすまを開けた。 次女が二人、はっと平腹するのへ、湯を浴びるぞ、という、は、と、二人が立つ。小走りに行く後から、春沙田は大股に続いた。春沙田の大きい瞳は、右側にいる次女の豊かな尻肉が、無理無理動くのを、開かずに見守っていた。 嫉妬。一。新太郎の血が踊った。家へ戻ってからも幾度が取り出しては、薄墨の文字の跡を貪るように読み返すのであった。妙や四つ、午後十時頃、奥庭の築地の裏にて、千、と書いた文だ。墨の匂い、書籍の美しさ、それに、早咲きのサザンカを、 一輪手箱の中に封じ込めて、奥方様より、これを、と、奥勤めの佐賀から渡されたとき、何をこやつ、と思ったが、もはやそれどころではない。佐賀を不審の女と見ていた新太郎も、手箱の主を疑う気にはなれなかった。二十八歳にして、初めて知った恋、無名暗夜の心に、 時効を展示てくれた、かの人からのじ々のきのみだ。当の人の身分も、自分の境外も、何者も忘れさせる恋の血が、秋新太郎五尺七寸の全身に脈々と燃えた。お帰りですか新太郎を追うようにしてきた、吉田のお園が、角内からこう声をかけた。ご飯はいらぬ。 不愛想な答えだ。まあ、ご挨拶ですね。と、おそのは、構わず、格子障子を開けて、まさか、植え死ぬご覚悟でもござんすまいよ。新太郎が振り返って、めがしたな。悪うござんしたね。悪うはない。が、また立つ孔めに、痛められようかと思ってな。はい、ご親切。おそのは、 おしろいをすいた方を抑さえながら、ついと上がった。あら、驚いたという表情で。珍しいことなんだ。それ、サザンカじゃござんせんのうん。と、んたろう、あ慌てて小机の上に手をやる。よりも早くおそのが。まあ、綺麗だこと。と、素早く横から奪ってだれ。誰かなじろっと、つやなめだ。バカをもうせ。 なぜいたずららしく、くるっと目を見張ってみせたが、そう見せるにしては、内心の炎の方が、いくらか強かった。なぜ、バカですつまらぬ。今戻る道で見かけた上え、何の気もなく摘み取ってきたのよ。へえ、この辺にもそんな、風流なお屋敷がござんすかしらあるとも、な、なくって。心太郎、無気になる。どこぞ そこ、つい、あたしたの、おきさまのな。おきさまの裏の、子作りの家でな。おそろがつんとして。坂があって、お屋敷の前には、赤松が十五六本、黒べえを取り回した。これ新太郎が、驚いて制した。何を愚かな私が愚かな女でも、もうこれでふたつき、思う男の行き先よ。 突き止めるくらいの知恵はございますのさ。はい、失礼。おその、いくらか酔っているらしい。に思う男、と、はっきり言ったおその、酔ってはいるが、さすがにいくらか照れたらしく、持っていたサザンカの花を、しれたいね、と、言いながら、掴みぶそうとする、手を。これ、 心太郎が逆にとって、何をすると、い様、ま、関節を決めておいて、静かに、花の損せのように、サザンカを取り上げた。ほほほ。おそのは短く笑った。何ひら老人が、花を持って、ほほほ。こりゃ、飛んだはんじものだね。貴様、酔っているな。おやおや、急に貴様とお見限りですね、先生。おそのは、 ぐいと片膝を立てた。それでなくても、崩れていたま前が、パッと裸って、白いものが、ぞっきり向いたように、ヒーローわってあらわになった。白状男という立ちは、東自慢だというが、あなたくらい白状も珍しいよ。まあ、考えてもご覧なさい。三年、三年ですよ。おそのは、手で三度膝を打って、北国の越後はどうか知らず、 江戸じゃあ石の上にも三年と言ってね。辛抱もそれが年切りになっています。私は死がない料理ゃえの女。女房にしてくれの。奥方にしていただきたいのた。最初からこれパッチ、言ったことはありません。けれどね、先生。新太郎は目を閉じていた。けれどね、三年も朝は三つぐにゃ。欲得や命じゃあてきませんよ。すすぎ洗い。 お酒の面倒まで見たとは言いません。見させていただきました。ええ、立派に、嬉しく、見させていただきましたさ。けれどね、苔が狐に疲れやしまいし、いくら私がご承楽だって、心に思いもしない男に、のめんだらりと三年も、なんでご奉公しますものか。おそのは、ぐたりと右手を畳へ下ろした。こもしたら、まれには、 優しい言葉の一つもかけてくれるか、今にこの気持ちを察してもらえるかと、せいぜいがそんな空頼み、不実にされても怒る席はありません。いいえさ、嫌ならこれっきりと、遠くへでも行かれたら、帰って嘆きの種と思って、これでも随分胸を押さえて暮らしてきました。それなのに、それなのに、あなたという人は、ずっと、片膝にじり寄って、 はたしの気もさせぬ風で、ぬけぬけと、青いかあたりへ女を。これ、新太郎が強く制した。これ、何がこれですおそのは、もう一ん女と言ったが悪うござんすかへん、放棄にはばかり様、ま。どこの何様のお姫様か知らないが、プチと一粒いただいているわけじゃなし、女を女というに、不思議はござんすまいそれとも、 かわいいもの。こんな茶屋女風情に詐欺すまれては、一部が立たないとでもおっしゃいますか先生。もう、わかった。いい加減にしろ。よくはありません。三年も黙っていた私だ。お腹は言いたい子って、いっぱいになっている。口を咲かれたって、言うだけのことは言ってみせます。少々うるさいぞ。新太郎が向こうを向く、肩へ、お園がぐっと手をかけた。先生。 と引く、酔っているのに無理な姿勢。心太郎が、ちょっと肩を外すと。育児もなく女はそこへ、仰向き様に、裾を乱して倒れた。よ、う、色模様だの。表で、風来山人の声がした。三。ほら、おそのはさすがに老媒して。まあ、失礼。 すそまえをかわいながら、慌てて起き直る。風来三人、にやにや笑って。いや、そのままそのまま。と、上へ上がる。悲音乱るる中に、白田天面す。軍にをあたとして、余以上飛びに濃殺可能。かのう。も、もう、降参。おそのは手を振って。ご勘弁ご勘弁。はっはっはは。風来は機嫌だ。 なりひらのうにん、なかなかすみへおけぬのう。さも、ござろうか。しんたろうは、ざをゆずりながら。おそのどのが、こよりは大層よって、何やら小せ、戦国より、ひどくいじめられておりました。三人ご機関で、命拾いをつかまつったよ。ははは。浮気をなさるから、よ。と言ったが、おその、もう半分、酔いがさめかけている。はっと気がついて、 袖口を唇へ当てると、表を染めながら土間へ降りた。浮気ほほう、なりひ人が浮気をしたか。ちと叱って、おそのの声はもう尋常だった。ね平ひ先生うん、心得た。みっちり意見をいたそう。先生、新太郎に、今夜のところはどうぞお許しを。知らぬぞ。目では笑って、 のう、ひら先生。僧両方から火星を求められては困る。風来は元より、血和喧嘩の仲裁は不慣れでな。ほう、恥ずかしい。袖廟部をして、ごめんくださいまし。と、おそのは出て行った。これだな。風来は膝を崩しながら、そこに落ちているサザンカを取り上げた。イサがいの元は、そうであろう。たむれでござるよ、あの女。 普段はしごくおとなしくて、冗談にからかわれても、赤くなって逃げるくらい。されば昭和の主格なども、おそのばかりは手が出せぬと評判でござる。なんとしたか。今宵はひどくよって。よ、しかしさようなものこそ、酔わねば言えぬこともござろうでな。そう言って風来三人、にやり笑ったが、ふと調子を変えて。話は違うが。 く、そ外にてちらと漏れ聞くところ、青い坂という言葉が出たようだが、新太郎、はっとした。そこもと、あそこへお出入りなさるか、と申されるといや、詳しくは承知せぬが、確かあそこには折、おりおり、の物みが見えるはず。はあ、っこんかっこんならば、ごんね願うことがある。なんともして。 新太郎はためらいながら。いや、大したことでござらん。現内、この家にありとお伝えくだされ。相良子は先生をご存知でござるかと、思うがの。風来は笑って、あるいは知らんと言うかもしれぬが。まあ、伝言だけ頼む。承知つかまつった。四。<4 S 1> ところで、 風来が話を変えようとしたとき、こんばんは、と声がして、吉田の子女が岡口と酒どくりを持って入ってきた。遅くなりまして。おう、地うだな。これはありがたい。風来が手を伸ばして受け取る。よ、勘もできているな。よろしく、と子女は去る。 ハモに塩焼きに小鉢があまりか、吸い物はかもか。まず一、一三。慎太郎が特利を取った。ー、う、秋市。は、そこもと、この世相をなんと見ると、仰せられますと例えば、そこもとは何を目当てに生きている何か命を打ち込んでやろうという目的を持っておられるか それとも、べんべんと生を楽しんで、図書に情明をまっとうせば、よくことたると思っておるかだいぶ難しゅうござるな。難しくはない。わしが聞きたいのは、一生打ち込むにたるようなものを、持っておられるかということだ。あるかないな、あるまい。風来は酒を煽る。あれば好んで、老公にライの暮らしをせんでも足りよう。 青ざ坂あたりの用ぼうに並んでもすもう。が、生きる目標がない。何を目当てに一生を送るべきか、その方途がない。なるほど。新太郎は微笑する。世相、最もるしき兵はこれだ。風来は、自ら頷いて続ける。上は六十余ょ諸うから、下はカゴきキそ足に至るまで。 一心もって帰えするものがない。これは何がよえか。さて、人世界を築く諸般の道徳が違ってきたのじゃよ。例えて申せば神社の境内を犯してはならぬ。あえて犯せば神罰立ちどころ。と言われておった。ところが、時世の変遷は心境を犯しても神罰などという愚かなものの存ぜぬことを人に教えた。また、 後期の通過に際しては、門前に土下座して迎えるべし、十代の家恩、我に限りなしと申して、将軍、反抗の行列に対しては、むしろ、総計死母の城から、争って、古外に土下座して送迎した者も、時世の鏡にかけて、そのからくりを知ると、反抗将軍の恩はむしろ、一個の結集にしかずと言って、行列に当たっても尊じ、ちに踏んぞって、 知らぬ顔をする始末だ。わかるか武将は剣と力を持って世に臨んだ。三野の財、海戦の宝はいながらにして掌握することができた。しかし、時世は剣と力との他に、新しく、利と申すものを生み出した。その晩、算数だ。ほほう。六十余衆の証拠。中には異例もあるであろうが、四分の三は、 財政逼迫、手も足も出ぬ。かつて、剣と力とで、散達した国土、生殺余圧の剣を握っておる国土を持ちながら、釈罪を釈罪に変えねば立ち行かぬ。なぜだ新しい道徳ができたからだ。新しい道徳。風来三人、ずっと、逆きをあげて、大きく言った。商法、だ。なるほど。 心太郎は相変わらず、にやりにやり、微笑しているばかり。漁師の力をもってしても、将軍の剣をもってしても、犯すことのできぬ新しい力。そろばんの活動が始まったからだ。人は切れる。が、そろばんは切れぬ。離職と申す、目に見えぬ獣。まずこれが、 新しい時世の舵取りでござろう。執権その剣を失い、神仏衆の記を失い、庶民その職を失う。これがこの世相でござる。うーん。新太郎、もっともらしく頷いて。すると、我ら方とを失って、死生無来になり下がったものなどは。さよ、当分はこのまま。母。良き酒と、美しき女と、 うまき魚と、これが当分は我らの仏の来。世の中がひっくり返って、活発発たる新しい世界が現れるまでは、放浪三枚を放落浄土とする他はござるまい。ご、ござるかの新太郎は酒をすすって。が、先生。と、微笑を向ける。果たして、新しき世界などが現れましょうかなうん 末来無学、世の文のことなど、つまびらかにしませぬが、失権その権をもっぱらにし、庶民を得ざるよ。果たして、我らに望めましょうか我ら五十年の生涯を、これにこそと打ち込む。明らかな希望の持てる世界、果たして、現出いたしましょうかそれも。まあ、しばらく。新太郎が、肩を上げる。 私は、このように死をつかまつります。人生命あり、世流にこびず、剣に制せられず、行住座が、欲するがままにあれば、避けなくはなくてよく、美女なくは、なくも、良きかはっはっはっは。が、たがらかに笑う。さらば、さザんカの一子、ことさらに、異世界の種ともなるまいが、それはそれ。 いいな、一時は万事じゃ。今、そこもとの申された、行従座が欲するがままにあればという言葉、それじゃよ。わしの申そうとするところは、のう、このように、地元に浮いる者が見つるとき、そこもと一人、欲するがままにあればとて、それで満足することができるかのいかにも、世の踏みは、冒剣の循環を明かし、飢餓の循環を明かしている。 しかし、人生命ありとして、下げなくばなくともよしと言い去る前に、人生命あり、酒をして、何人にも、荒らしめよということを考えられぬか考えられませんな。いな、考えようとは存じませんな。新太郎は笑う。良き酒、美しい女は、手に入りがたければこそ、味わいもまた一入り、何人にもあるとなれば、微しもちんならず、 家人も今日なく存ずるよ。炊飯を食えばこそ、厚物の玉坂なるに下包みも打つべし。どぶろく三瞬にして、ただの木一本に天井の魅力を欲しいままにする楽しみ。ははは。新太郎の貫は、このようにござる。ご正札。人様々。風来山人も方言で。ま、一参参いろう。特利を取り上げたとき、裏で。 ものも、と、どんご声を上げるやつがあった。誰だ新太郎がいながらに、こ、こ、このや、このやに、か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 か、うーん。誰か知らんが、その辺へ、んを吐き散らしてはいかんぞ。と、と、たんじゃ、んじゃ、ございま。こ、こ、ござらん。がらり、裏を開けると。と、と、とてん、こう。 あ、鶏か、と、新太郎。三人は腹をゆすって笑った。六、明るい夜だ。定めの黒岩に、青い坂の屋敷へ詰めた新太郎。四つ、午後十時頃少し前に座を立つと、見回りを装って、裏庭の方へ出て行った。寒い夜で、 月のない空に磨き出したような星が冴えわたっていた。き屋を回って池を右に暗い賃を抜けて足音を忍ばせるように築地へ来たが、まだ時が早いかして海の主は見えなかった。軽い失望と不思議な安堵とにほっとした慎太郎、夜空の星を仰ぎながら、しかし、と低く、 お会い申して、どうしようというのだ。被告をつぶやいた。二十八歳にして、初めての恋、思う人にことを書いて、と、上様の姫君に、心奪われる難度、新太郎、よくよくの不運よの。悲しげな微笑が、唇をわずかに歪める。いっそ、越を受けず、お言葉もたまわらねば、諦めの方もあったろうに。 かりそめのお情けが。今は恨めしゅう思われる。星が飛んだ。と、新太郎はきっと耳をすました。人の気配がする。賃の裏手から忍び足で来る。お方がと思って、炊事の植え込みを出ようとすると、賃の暗がりを出てきた人影。男だ。よっ つぶやいて、植え込みの中に尻く見ると相手は、黒いズキンで表を隠している。見ごしらいから見ると、内入りのものでもないらしい。と言って、今自分、この裏庭へ、表を包んで忍び入る男が、尋常であろうか。相手の男は、しばらくあたりをうかがっていたが、やがて、静かに追事の方へやってきた。心太郎。 黙って二三歩をやり過ごして。待て。と、声をかけた。相手は、一瞬そこへ立ち着くんだが、誰だと、新太郎が、声をかけた刹那。右足を半歩引いて、さっと身を沈めざま。影の気合、いきなり新太郎に切りつけた。鋭い切っ先、危うくかわして。うぬ、と、新太郎。切るぞ叫ぶのと、 抜くのと同時だ。せものの面うへ、こうのごとく浴びせると見せて、きらり返す。刹那。逆をとって、くせものの剣が、毎一文字に新太郎の胸を狙った。と<ゥ>、あぶなく引っ張ずして、うまい。言いながら、新太郎、一歩下がった。できるな。さするところゅうそれも、相当に苦労した腕だ。などね。今まではセブミ 今度の達は必ず切るぞ。名乗れせ者はあくまで無言だ。ほう、さっき、さまじいさっき。貴様、この俺を切る気になったな。面白い。江戸市中見学多くとも、秋新太郎を向こうに回して必殺の剣舞をやる奴はそうたくさんはいないぞ。来い。だが、今度の打ち込みは間違いなく、 死での片手だぞ。今度の打ち込みは、間違いなく死での片手だぞ。念仏を忘れるなよ。心得たくせ者、初めて声を出した。あ、その声。心太郎は、思わず叫ぶ。くせ者は、帽子先を下げ気味に、じりっと右へ回った。また、星が飛んだ。七、待て。 新太郎が叫ぶ。その声に覚えがある。その構えに覚えある。誰だ聞こう誰だ名乗れ。勝負はいずれにもあれ。拙者を秋新太郎と知って切る気になったな、聞こう。名を聞こう。くせ者は答えぬ。帽子下がりの剣に、ゆらり波を打たせると見るや。えいっ跳ね上げるようについてきた。 おう払ってしりく秋。名乗らぬか。よし、聞くまい。そう言って、パッとゾーリを脱いだ。それじゃ、切るぞ。新太郎、むらぶなと殺意を生じた。今日が日まで、幾十たとなく、真剣の勝負を経てきたが、これだけの相手には初めて、相手も十分の殺気だし、自分にも、はち切れそうな殺意が出た。これなら、 切れがいがあるぞ。えいえいよ半歩出る秋、旅の裏に薄字もの冷たさが心よく染みる。いやお。相手はつつと詰める。相手はわずかに右へ回る。微塵も隙のない呼吸、単力の太さだ。月山の上に、ぽっと、ぼんぼりの明かりが現れた。女が一人、じっと、人の両名を見守っている。 サガという、例の奥ずめだ。慎太郎も相手も、このぼんぼりの明かりをちらと認めた。あ、お方、と、慎太郎が思う。刹那、顔わめいて相手が、例の帽子下がりから、波を打って跳ね上げてくる月。無言で状態をひねる秋、左足をぐいと通って、猛然と横っさまに払う。刹那、相手は月の剣を、そのまま上から、 断鉄の勢いで打ち下ろした。払うのと、切り下ろ、切り下ろすのと、ほとんど同時だ。あっ、佐賀が低く叫んでボンボリを上げたとき、うーん。低く、不気味にうめきながら、名乗らぬ癖者が脇腹を押さえて、地上に張っていた。新太郎は、二三歩下がって、素早く左肩へ手をやった。衣服が、二寸ばかり裂けている。 指を入れると、暖かいものが流れていた。危なかった。思わずつぶやいて、傷口を探ると、わずかに筋肉をかすったばかり。おお。気づいて振り返ると、植え込みの影に、ぼーっと、ぼんぼりの明かりが見える。心太郎は手早く、刀に拭いをかけて鞘へ、つつーっと、月山の方へ近寄った。のしく、お方が、 思っていたが、そこには人の影もなく、明かりのこもったぼんぼりが一つ、ぽつんと、地の上に置いてあるばかり。いや、と思ってみると、ぼんぼりに近く、さあ、これを、と、言わんばかりに、一通の封書が置かれてあった。取り上げてみると、裏には、見覚えのあるお方の筆跡で、竜様、参る。裏には一時、千、 書いてあった。龍龍様。心太郎は傍然とつぶやいたが、あ、と言って立ち上がった。八、風車を片手に、ぼんぼりを持って倒れているくせ者のそばへ戻った心太郎。ぼんぼりをそこへ置くと、うめいている男の首へ手をかけてぐっと引き起こし、 覆面を脱いだ。いや、やはり紀伝。と、新太郎が驚きの声だ。すわ、龍二郎しか。すわ龍二郎。薩摩湖、重秀の愛心。かつて、大白一味の死を、定然で切った、あの若者である。すわし耳に口を寄せて叫ぶと、歯を食いしばっていた龍二郎。かろうじて、半眼を開いた。 何故の言いかけたが。いいな、聞くまい。拙者も何も申さぬ。しかし、聞こう。何か申されることがあるか隆二郎は、静かに首を振った。深手だ。とても除名をおぼつかない。申されることあらば、聞こう。と、ただ。うん。無念だ。姫君に、姫君に。言いかけて、 きっと、新太郎を見たが、勢力を失った寮の瞳は、一瞬、輪のようにキラキラと光った。それは、嫉妬の色だった。もうされい。新太郎は片手の踏みを、龍次郎の眼前に差し出しながら、これは、姫君より、気候へのお踏みだ。これを姫君と思って、なんだりと、もうされい。うん 竜次郎は震える手で、心太郎の持つ文を取ろうと、指を空に泳がせた。心太郎が、その手に文をつかませると、凄まじい執念で、むずと文をつかみしめた。すわしと、叫ぶと、む、無念だ。歯をガチガチ噛み鳴らせながら、死の憎悪を込めて、行子と心太郎を睨みながら、竜次郎は前へ、 のめり倒れた。心太郎は傍然と、巣は隆次郎の姿を見下ろしていたが、やがて何を思ったか、隆次郎の手から、お方の踏みを奪い取って立ち上がった。そして覆面を隆次郎の顔へ打ちかけ、ぼんぼりを築地の向こうへ投げやり、裾の塵を払って、すき屋の方へ戻ってきた。付け人の役人へ、ただいま、 奥には見回りの折、癖者が忍び入りましたので、切り捨てて参りました。と、届け出ると、自分は傷の手当てをすべく、医師の部屋へ行くと見せて、屋敷を抜け出た。相手は、薩摩港の愛心、表沙汰になると面倒だ。一時、身を外すより他に方法なし、と思ったから、お屋敷を出るとそのまま、星空の下を、虎のご門へ抜け、 足伝いに鍛冶屋橋へ足に任せてきた。田沼邸に参って、沖継ぐに白来を語り、前後の処置を取る考えである。しかし、沖継ぐは将軍家ご美容ということで、上中に詰めたまま帰っていなかった。ぐずぐずしていて、薩摩の追手にでもかかっては不面目と、早々に田沼邸を辞して、道を裏へ裏へと取りながら、 新鮮座の家へ帰ったのは、すでにその夜九つ、午後十二時を回った頃であった。よう、風来山人は、机に向かって筆を走らせていたが、どうした体操顔が多いぞという、新太郎は刀を取りながら、先生とも、お別れをせねばならぬしいとといなったよ。と、答えて、寂しく笑った。 家春やむ。一。家春は、床の上に身を起こし、胸足にもたれながら静かにこう聞いていた。秋口からの風が、いつまでも抜けきらぬでいると思ったら、シあスに入って軽い共通を訴え始め、四五日前からわずかながら、格段に血を交え始めたのである。奥石たちは、高頭の風潮だと見たが、 タヌマ・オキツグは、おめみえ医師として、多岐拡大に更新させて、廃棄症という進行を得た。家春は読書を禁ぜられ、さらし風を禁ぜられ、調整を禁ぜられ、御用上書に引きこもって、もっぱら静養さるべきことを進められた。未来どころの妬みで、愛称、お地方の方も近づくこと少なく、身の回りは、蕎麦衆と故障と、医師と、 時折奥から、おしほの方が、未来どころの意を含んで、海宝に参るくらい、極めて赤爆としたものであった。襖の向こうで低く、殿物神、思考をつかまつりました。と、声がした。これ、家春は、香炉を押し合って目を上げた。襖を開けて入ると、田沼沖継は、静かに進み寄って平伏した。 いかにござりますか今日は朝から具合が良い。炭を三度ばかり吐いたが、血は見えぬそうだ。ご共通は少しおもぐろしいと思ったが、こう聞いておったらだいぶ軽くなった。それは、おきつぐは、いささか眉を開いて、頂上に存じまする。と言って、かすかに方へ見ながら、実は、ぎっぽを持って、ほう。家春が、 共速を抱えるように。まさか、ぎょい、本当か。おきつぐは真面目に、ごびをごみまいとして。いつ、今日、本当か。と、もう一度。おきつぐは口頭して。まもなく、ご思考なされまするはず。家春は目を閉じて、しばらく心を沈めようとするように、そのまま黙っていたが、下がらこう。 という。ほ。二人だけで、しばらく話すことはできまいか。さようにおわからい申しあぐるよう、つかまつりましょう。わしは、家春は目を開けて、この四五日、考えていたのだが、姫を。ほ。姫を。江戸に置きとうない。と、仰せられますると。わしはこの通り、ふちのいであるて。ふちと申すこと。 まあ、聞け。家春は、おきつぐを制して。茨の後ろにも等しい江戸に置いたとて、姫の身の行く末に幸福があろうとは思われぬ。ついては、かの人に頼んで、ほ、京へ伴ってもらい、折を見て、あまになと。おきつぐが、はっと顔を上げた。家春は、静かにおきつぐを見下ろしながら、 わしも、らこ公も、うを失うこと、遠い見ではなし。その後の姫のことを考えうると、のう。おきつぐは、神戸をたれた。に。家春は軽く咳出したが、んを吐き出すとともに、しばらく目を閉じて、規則を整えた。わしも、幼少からの病弱、もはや五年の命はおぼつかなく考える。 サガラをとても同様、わしが病に立たずと定まれば、四面素化、一時に起こって、必ず返事図されるであろう。そのぎなれば、と、おきつぐが、低く答える。ご気を、かたじけのをいたしましたおりより、とく、覚悟つかまつってござりまする。家春はうなずいて、清水の率は、人の力に及ばぬことだ。さればこそ、今のうちに、ほ、 家春は少しの間、また目を閉じて何か考えているようだったが、かの人は確か、近く、落食されるよう聞いたと思ったが、私も、さように伺いおりまする。た家は、干渉寺であったの。そ、その儀は、家春うなずいて。確かに、そう覚えておった。干渉寺とあれば、落外、四季の眺めも近く。 案を結んだ姫の行い済ます姿をのぶにもふさわしい。だが、姫が嫌などと申したら、おきつぐには答えができなかった。相柄公。ほ。わしの口からはさすが痛ましゅうて言えぬ。かの人が承知されたら、姫は相柄公から話してもらえぬか。ほ。はじめに、甘などと申したら乙女心に。 傷をつけるかもしれぬ。ただ、かの人と共に、しばらく今日住まい。とのう。ほ。おきつぐは平服した。その前夜、おきつぐは、青い坂邸内の事件を知らされていた。なぜか知らぬ、秋新太郎が、奥庭の追ぎ際で、薩摩藩からの付き日と、と言っても、その夜は非番にあたっていたが、諏訪龍次郎を切って立ち退いた。 しかも、その上に悪いことは、追事の向こうに、屋用のぼんぼりが落ちていたし、新太郎が切った時、確かに隆二郎は覆面していたのを、詰め合いの役人が検視した時には、覆面がなくなっていたので、殺犯では、放棄とか申す奴、全難という噂であったが、奥勤めとでも密会しておるところを、何かの用向きで着合わせた、巣穴に発見され、意打ちに切って逃げたものに違いない。 言い張った。そして今朝早く、諏訪隆二郎の兄という、剛太郎と名乗るのが、おきつぐを訪ねてきて。逆縁ながら、弟の仇を打ちたいから、秋新太郎の居所、ご教示願いたい。と、厳重に断じ込んできた。もちろん、愛心を失った茂秀が、どんな気持ちでいるか、させられぬことはない。姫君の身いよいよ危うし。 思っていたおきつぐだった。はわかりながら、と、おきつぐは平伏して、ご教中、何とも申し上げようござりませぬ。ただただ、おいたわしけれど、大勢のようにつかまつるが、姫君おためにも、至極の手段かと存ぜられまする。うん。家春は、力なく頷いた。それでは、これより、おきつぐは、座をすべって、かの大方を、 ご案内申し上げまする。このままでよいか。よい。と、答えて、おきつぐは滑り出た。三。まもなく、おきつぐは、一人の美しい上郎を導いて、家春の病魔へ参入した。上郎というはその時、年齢二十七。今日の藤原一門で、北家の姫、将軍の未来どころと、 いとこにあたる人である。くずの花に寄せて、家春いえはるの恋かに返しを送ってきたのはこの人だ。この時まで、いえはるとこの姫、ていこ姫、とは一面の指揮もなかった。御台ろのいとこというので、これまでに二度ほど大奥へ届こられたが、いつも顔を合わさずに別れた。それがこの春、道場の歌書きに名家の誉れを得て、 たけの抵抗と名が高くなってから家春の心は歌を通じて熱く帝子姫に傾いていった。家春は襖の悪と共に目を上げて入り来たる人を見守った。高い額と匂う眉と明けのように赤い唇とがまず目に入った。帝子姫が座に着くと沖継は低く 家春に引き合わせの挨拶をして座を滑り出た。家春も帝子姫も黙ってしばらくそのまま互いの目を見つめていた。お楽に、と家春が言う。はぁ、あ、帝子姫は目を伏せた。東の冬は厳しいござろうにつ、筒つがなくいらせられて、頂上に存ずる。そう言って家春は、 しばらく口を閉じていたが、果実は珍しき花を、と、帝子姫を見て、何よりの贈り物、嬉しくて。はあ、姫が表を上げた。それでも、花の美しかったは、私の手柄ではござりますまい。上様、ご人生のよ世ひさぐ。いやいや、家春は苦笑しながら、姫の手ずからこそ美しく、 姫の心添えこそ嬉しくて。姫はじっと家春を見た。家春もじっと姫を見守った。ほんの一瞬、姫の瞳は怪しく光を増したが、すぐに目を伏せてしまった。姫は、と、家春が、京へ戻られると近く仏門に入られるかに聞き及んだが、はあ、千音院に入って、千音院。 本来なれば、監修時でありますけれど、はばかることがございまして。ほう。うなずきつつ。して、ご案中はいずれに。落北の診療院とほぼ決まっておる様子に思われまするが。家春は、痛ましげにうなずき、うなずいたが。実は、と、低い声で、姫にお願いいたすことがあるのだが。はあ。 私の娘のこと、ひいさま孔の披露をはばかって、公の披露をはばかって、今に日陰の身の上、それに不幸なことは、将軍職を中心に、宿泊愛は事情、私に着しなくて、ご承知のごとく、たやすより養子をつかまつった。こと申せば、ただ今の女一人、これをこのままにしておいてはと、 いう、単純ならぬ理由も他にござる。はあ、抵抗姫が頷く。未来様のご潔癖でありましょう。ご検察じゃ。家春は寂しげに笑った。四、それで、家春は表を上げて、お願い申すというは、その上、千代というものを姫が京へ戻られる折。 共に連れて行っていただきたいのだ。今日へ。その上で、良き時を選び、姫のお弟子としてでも、仏門へ入らせてくださらば。まあ、帝子姫は、目を大きく見合った。私の命数も、一年か、せいぜい一年半であろう。今申したごとく、江戸にあるうちは、千代の存命を忌む者の目があまりに多く、家春シスとなれば。 千代の実のあやうきは、棚心を刺すごとく明らかでござる。京へのぼして、あまりでもすれば、無駄と害を加えもいたすまいと。は。帝子姫は、袖をつと、目頭へ当てた。そして、低く頭を下げながら。おいたわしゅう、存じ上げまする。ご承印くださるまいか。面目に思いまする。かたじけない、お礼を申す。 生涯に一度のお目見え。上様にもご病心。私は間もなく出家。この世にあるうちは再びご機嫌をお伺い申すこともできませんが、お預かりいたしました姫様は、私が上様とも存じ上げて必ず、お行く末をご安泰にお守り申し上げます。家春は無言で津と片手を下ろした。が、すぐに安土の微笑と共に言った。 草ソ像子などは姫のお目には触れまいが、西島の荒方子が一生に一度の恋、娘を設けてうんの小説がある。それとことは違えど、帝子姫が家春の目を見た。艶やかな姫の目が、わずかにこびて家春の言葉をそのまま受けた。武蔵野のクズの花、り染めの恋に、よ、と家春。 姫は続ける。千代姫と南申ス、意味じき姫を設けて。阿賀津葉の人の面影を今日に移す。私の明け暮れは末永く楽しいうありましょう。姫、家春の声は震えていた。襖が開いて置き継ぐが、王服よりお迎えの者のにござります。と報じた。帝子姫は家春を見た。 それでは、家春は、目を閉じて言う。これで、お別れ妄そう。仰せられるごとく、生涯再び、対面もなるまいが、お心しあらばおりおり、お歌を。はい。姫は、低く答えた。私が、これから読みます歌は、皆、上様に、お送り申し上げる心、そうも示して、かたじけない。ご健康に。 姫にも。てー姫はもう一度家春を見上げたが、家春はやはり目を閉じたままだった。一生に一度の王政。男は死病のとこにあって、女は仏門に入らんとする。娘を託する家春の心も、預かるテーの思いも、共に真の像をかき破られる悲痛なものだ。オきつぐは表も上げえず、じっとそこに、 平服したきりだった。